どうしたんだ、霊夢。あ、マリサ。実は、考え事をしていたの。考え事？珍しいな。私たちは宇宙規模で考えたらちっぽけな存在だなって。随分とスケールの大きい話だな。宇宙規模で考える問題なら、面白い話があるぜ。宇宙の話なんて珍しいわね。マリサ、物理も得意なの？まあ物理はそれなりかな。今からする話は宇宙と数学を絡めた問題、その名も三体問題だ。三体問題？ダブルバトルじゃ飽き足らずトリプルバトルしたいってこと？ポケットなモンスターの話じゃないぞ。三体問題とは、三つの物体の間で及ぼし合っている運動のことだ。三つの物体は三つの天体だと思ってくれて構わないのだが、この三体問題は数学的に解けないと言われているんだ。そうなの？でも天才の霊夢なら解けるかもしれないから、一応説明してほしいわ。では今回は三体問題について、宇宙の話を交えながら解説していくぜ。お願いします。三体問題を考える前に、まずは一体問題について考えていこう。一体問題ということは、物体が一つしかないってこと？その通りだぜ。ありえない話だが、宇宙に一つしか天体が存在しないと仮定する。広大な宇宙に地球がたった一つポツンとある状態ね、ロマンチックだわ。この唯一の天体がどのような運動をするか考えていくぜ。この一体問題を解くために必要な知識がある。まず一つ目がニュートンの運動方程式だ。あ、なんか聞いたことあるかも。高校の物理基礎で履修する内容だぜ。M を質量、A を加速度、F を力とした時、MA イコール F が成り立つ、という方程式だ。思い出したわ。先生にマーク主義で覚えろって言われた式ね。そんな覚え方する人もいるんだな。次に、二つ目が万有引力だ。それはさすがに知っているわ。マリサに万有引力が働くって言って抱きついたことあるわよね。それはただのセクハラだ。でも、あながち間違いではないんだよな。万有引力とは、この宇宙上なら全ての物体は互いに引き寄せられる作用を及ぼし合っている法則のことだ。式で表すとこんな感じだな。ちなみに、M は二つの物体の質量、R は二つの物体の距離を表している。G は何者なの？ G は万有引力定数という定数だ。まあ、とても小さい数字なんだがな。で、この二つの式でどうやって一体問題を考えるの？万有引力の式を見てくれ、二つの物体の質量に比例するのがわかるだろう？そうね、でも今回は物体が一つなのよね？そう、他の天体が存在しないということは、二つ目の物体の質量がゼロになる。つまり、万有引力が働かないということだ。へえ、天体が一つしかなかったら、その天体に力は働かないってことなのね。霊夢、慣性の法則は知っているか？知ってるわ、バスが急発進したら後ろに倒れそうになるあれよね。ああ、その通りだぜ。止まっている物体に力を加えなければ、そのまま止まり続ける。動き続けている物体に力を加えなければ、そのまま動き続けるという性質があるという法則だ。じゃあこの物体は力が働いていないから、静止するか、同じ速さで動き続けているってことかしら。そういうことだな。これで一体問題は解決ね。次に、二体問題について考えていくぜ。二体問題ってことは、宇宙には二つの天体しかなくて、それらの天体に働く力を考えるのね。ああ、そしてこの二つの天体には、万有引力以外の力は働かないとする。今回は質量 M の天体1と、質量 M の天体2で考えていくぜ。二つの天体の距離を R とする。そうすると、この二つの天体の間に働く万有引力はこのように書ける。公式に当てはめたって感じね。そして、それぞれの加速度を A1、A2 とすると、それぞれの天体に働く運動方程式を考えるとこうなる。しかし、この F を解こうとすると、未知数 A1、A2 のせいで、連立微分方程式を解かないといけないんだ。連立微分方程式？ぶ、体調悪くなってきたわ。霊夢と違って体調に影響が出なかったニュートンは、近似を使って解こうとした。彼は小さい天体2の質量 M を無視したんだぜ。え？そんなことして大丈夫なの？太陽と地球で考えれば、地球の質量を無視できるほど太陽の質量の方が圧倒的に大きいんだぜ。地球の何倍も大きい太陽、私たちは本当にちっぽけね。M イコール0になるということは、F イコール0、つまり M の天体は万有引力を感じないということだ。つまり、天体1は不動の天体とみなすことができる。不動の天体、なんだかかっこいいわね。そうすると、運動方程式が一つになる。さっきよりは単純になったわね。これでも解くのは大変なんだが、エネルギー保存則やら何やら使って頑張って解いたら、楕円起動することが分かったんだぜ。確かに宇宙を図で表すとき、楕円状に書かれていることが多い気がするわね。でも近似してるから正しい解ではないってことよね。そんなので学者は納得するのかしら？そこで諦めなかったのがベルヌイだ。彼曰く、厳密には天体の共通重心を一つの焦点とする楕円起動上を動くらしい。日本語でOK。まあ簡単に言うと、二つの天体は共通重心を中心として楕円上を回っているっていうイメージだな。共通重心のところに針を刺して紙を回す感じね。ただ、太陽と地球の場合、太陽が重すぎて共通重心がほぼほぼ太陽側にある。だから、太陽を焦点としてもそこまで問題なかったのね。
すごく大変だけど、2体問題は解けた。じゃあ3体問題はどうなのか？さっきと同じ要領でできないのかしら？では実際にやってみるぜ。先ほどと同じように定義しようとするとこんな感じになる。万有引力が3つあるのね。もちろん運動方程式も3つ書くことができる。頭痛が痛いわ。このままだと3つの連立微分方程式を解かないといけない。大変そうだしやりたくないけど、それじゃあ学者は諦めないんじゃないの？ああ、多くの学者たちは頑張って計算で解こうとしたんだ。でも、この式を方程式などを使って厳密に求めることはできなかったんだ。え、どうして？天体1の加速度に対する数式を求めようとすると、それ以外の天体2と天体3の位置や加速度も絡んでくるんだ。天体1の式を求めようと天体2、3の式を使うけど、その2つの式もわからないってことね。天体2か天体3から解くことはできないの？天体1と同じ理論で、他の天体の未知数に影響するんだぜ。厳密に言うと、自由度18に対して積分の数が足りないから、求積不可能なんだ。日本語で OK。ざっくり言うと、求める変数が18個に対して方程式の数が10個しかないから、求めることができないってことだぜ。ざっくり言えていないわよ。例えば、変数が X、Y、Z の連立方程式を解こうと思っても、方程式が2つしかなかったら、厳密な解を求められないだろ？なるほど、確かにそれは難しい気がするわね。でも、さっきみたいに近似でなんとか解けたりしないの？さすが霊夢、それを最初に考えたのがオイラーだぜ。聞いたことあるわ、有名な人よね。オイラーは円制限3体問題を考えた。M1 と M2 は十分重いけど、M3 は無視できるほど小さいと仮定したんだぜ。要領はさっきと同じね。そうすれば M3 に関する万有引力は考えなくて済むから、M1、M2 のみ考えればいい。あれ、これって2体問題になったんじゃないの？その通りだ。この時、M3 の方程式の解は存在するのかどうかを考えていくぜ。ここまで来たらあとはさっきと同じなんじゃないの？それがそうでもなくて、3体問題を2体問題にしたところで解くのはとても大変だったんだぜ。気になるなら後で実際にやってみることをお勧めするぜ。遠慮しておくわ。解くのが大変だと思ったオイラーは、もう一つ仮定を置いた。それは3つの天体が常に直線上に並び、お互いの距離が一定という仮定だ。距離が一定ってことは、動くなら円運動するしかないんじゃないかしら。霊夢、本当に度分計か？その通りだ。3つの天体の共通重心の周りを同一周期で回るような解があるかどうかを考えたんだぜ。で、結局あったの？ああ、天才のオイラーは答えを導き出した。天体1と天体2の間の距離を A、天体2と天体3の距離を B とすると、この A と B の距離の比がある5次方程式を満たすとき、解は存在することを証明した。へえ、思ったよりもシンプルになったわね。これをオイラーの直線解と呼ぶ3体問題で初めて与えられた解だぜ。これに続いてラグランジュが制限3体問題を考えた。ちなみにラグランジュはオイラーの弟子だぜ。最強の師弟ね。ラグランジュは3つの天体のお互いの距離が等しく常に一定という仮定を置いた。等しく？ってことは、こんな感じかしら。ああ、つまり正三角形の形になるはずだ。この3つの天体が重心を中心にして運動する軌道を考えた。これを方程式で解いていくなんて随分と骨が折れるわね。これを解いていくと、円運動する天体の速さがある条件を満たすとき、解は存在することが分かったんだぜ。やるわね、ラグランジュ。これをラグランジュの正三角形解という。さあ、ここまででオイラーの直線解とラグランジュの正三角形解を説明してきたが、実は面白い座標点が明らかになった。面白い座標点？一体どんな点なの？その名もラグランジュ点だ。やるわね、ラグランジュ。ラグランジュ点というのは、円制限3体問題の5つの平行解を指すんだぜ。日本語で OK。具体的に説明していくぜ。まず、円制限3体問題における天体1と天体2という2つの天体がある。これは円運動しているはずだから、天体2の運動方向を矢印の向きとしておく。質量が無視できるほど小さい天体3が存在する軌道はどこか考えていくぜ。一つはオイラーの曲線解だ。天体1、天体2のオイラーの曲線解は L1。そして天体3が加わったことにより、天体1と天体2の曲線上に L2、L3 が存在する。もう一つはラグランジュの正三角形解となる L4、L5 だ。天体1と天体2を通る正三角形になるような点のことね。この5つの点をラグランジュ点と言うんだ。ただし、L1 から L3 は不安定な点だと言われている。不安定な点ってどういうこと？ちょっとしたズレによりどんどん遠くに行ってしまうっていう感じだな。じゃあ L4 と L5 は安定しているの？いや、正しくは安定な場合が存在するっていう表現になるな。安定っていうことは、少しずれたとしても遠くに行かず、その付近に止まっているのね。ああ、これは天体1と天体2の質量の比によって、安定か不安定か決まるんだぜ。でもこれってかなり限定的な条件下で導いた答えよね。実際の宇宙では適応しないんじゃないかしら。では現実の宇宙で、このような天体の配置が存在するか確認していくぜ。先ほどと同じように地球と太陽で考えるぜ。天体1を太陽、天体2を地球って感じね。ラグランジュ点は図の通りになる。あら、L1 と L2 はかなり地球寄りになっているわね。
地球と比べて太陽は質量が大きいから、こうなってしまうんだぜ。そして、実際にこのラグランジュ点に天体がないか観測が行われた。何かあったら感動ね。でも、今のところ何も天体は見つかっていないんだぜ。あらそうなの、残念だわ。しかし、このラグランジュ点を利用しようという考え方があるんだぜ。それは賢いわね。例えば L1、L1 は月の軌道よりも外側に存在する。つまり、太陽との間に地球も月も存在しない点だ。だから、太陽観測に利用できるんじゃないかと考えたんだぜ。なるほど、それは明暗ね。実際に、双方やウィンドといった太陽観測衛星がここに配置されて今も飛んでいるんだぜ。次に L2、L2 は常に太陽光が地球によって遮られる点だ。だから、微弱な光を捉えるのに利用されている。ここにもジェームズ・ウェッブ望遠鏡という宇宙望遠鏡が置かれているんだぜ。でも、L1 と L2 は不安定な点なのよね。そんなところに衛星なんて置いちゃって大丈夫かしら？ああ、だから3週間に一度補正しているらしいぞ。それななかなか骨が折れる作業ね。最後に L4 と L5 だが、今回の例だと安定した位置になる。安定になる条件があるの？ああ、2つの天体の質量比が25分の1以下であれば安定すると言われているんだが、太陽系の惑星は太陽より1000分の1ほど軽いと言われているから、太陽系の惑星と太陽は全て L4、L5 は安定なんだ。太陽の大きさが際立つわね。次は太陽と木星で見ていくぜ。実は太陽と木星の間のラグランジュ点 L4 に小惑星があることが判明したんだ。やるわね、ラグランジュ。この小惑星はラグランジュがなくなってから100年以上経って発見されたんだぜ。自分が導き出した点に本当に惑星があるなんて感動しちゃうわね。この小惑星はアキレスと名付けられた。その後、このラグランジュ点の周辺に多くの小惑星が見つかったんだ。え？思ってる100倍密集してない？ああ、L4 と L5 付近に4000個以上の小惑星が見つかったそうだ。L5 の小惑星はパリスと名付けられたんだぜ。ギリシャ神話で有名なアキレスとパリスね。この4000個以上の小惑星の集まりをトロヤ群と呼んでいる。かなり制限をかけて導き出した点なのに、惑星が見つかるなんてすごいわね。さて、話を3体問題に戻そうか。魂が宇宙まで飛んでいたから、そろそろ地上に戻すわね。1889年、求める変数に対して方程式の数が足りないという理由で、3体問題は解けないということはすでに判明していたんだが、厳密な形を求めることが不可能なら、級数展開で求められないかという検証問題が提起されたんだ。日本語で OK。つまり、厳密に求められなくても、違う表現で求められないか？と問題設定を変えたんだ。ふーん、とりあえず話を聞いてみようじゃないの。この話をする前に、無限級数について説明しておこう。無限級数とは、無限に続く数列のことだ。基本的には、無限に続く数列の和を考えることが多い。え？無限に続くなら、そんなの和を求められないじゃない。ああ、だからまず有限の N 個の和、これを部分和と言ったりするんだが、それを求めてから、その極限を求めるという考え方を使うんだぜ。後から N を無限大にするということね。これは大学数学で学ぶテイラー展開などが挙げられる。でも、この無限級数が一体何の関係があるっていうの？この無限級数を使えば表せる、つまり、違う手法で解けるかもしれないと考えた。しかし、フランスの天才数学者、ポアンカレは無限級数を使っても解けないことを証明した。今日の話は偉人が偉人すぎて偉人だわ。霊夢が何を言っているかよくわからないが、話を進めるぞ。ポアンカレは平面上の制限3体問題を考察した。ある物体の運動と、その運動に従う物体の位置を級数で展開し、有限個の級数で止めたものを比較した。ギリシャ語で OK。つまり、実際に測った数値と、級数で近似した数値を比較したということだ。なるほど、それなら日本語でもわかるわ。どの時刻においても、元の関数と無限級数で表したものが一致する状況を一様収束と呼ぶんだが、ポアンカレは平面上の制限3体問題に対する解を級数表示すると、その級数が一様収束しないことを証明してしまった。やるわね、ポアンカレ。一様収束する解が存在しない場合、比較の異なる2点から出発した2つの物体の運動は、ある時点までは似ていても、長時間経ってしまうと離れてしまうんだぜ。それまで科学者たちは、その運動方程式に対して、常に蓄次解や級数解が存在するものだと信じ込んでいた。どうにかして解けると信じきっていたということね。これが3体問題は旧石法でも無限級数を使っても解けないと言われるゆえんだ。じゃあ結局3体問題は解けないってこと？そうとも言い切れないんだ。ポアンカレは3体問題の解が構成不可能という主張はしていない。あくまで正確な無限級数の解は存在しないと言っただけなんだ。じゃあ他の方法なら可能性があるってことね。ああ、だがこれらの手法以外の解法があるかどうかは、未だにわからない。400年以上の未解決の問題なんだぜ。宇宙規模で考えてもなかなか解けない問題、どこかの天才に解決してほしいわね。ということで今回は、3体問題について解説したぜ。これで宇宙の豆知識が一つアップデートされたわ。それは良かったぜ。でも疲れたから、一旦ここで退散するわ。3体だけにね。
皆さん地獄の空気でさようなら。好きなあの子との間に万有引力が働いている人はチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえ、マリサ。どうした?霊夢。正三角形や正五角形って、なんだかとても美しい感じがしない?いきなりだな。すべての角と辺が同じ大きさの図形だから、確かに美しい図形だろう。正三角形や正五角形は、X の N 乗イコール1の方程式で表すことのできる図形だしな。え?何それ?どういうこと?複素数という大数学の考え方を用いれば、計算によって正多角形を作り出すことができるんだ。この考え方を用いれば、正十七角形を書くこともできるんだぜ。正十七角形?そんなの作れるの?ああ、普段生活している中ではあまり聞くことはないが、作れるんだぜ。なんだか、気になってきたわ。それなら今日は、X の N 乗イコール1について解説していこうか。と文系の私にもわかりやすくお願いするわ。そもそも複素数って何なの?まずは、複素数を理解するために、虚数という考え方について解説していこう。虚数とは、愛を含んで表された数のことだ。愛?そんないいものが含まれているのね。いや、そっちの愛じゃなくて、愛という数字が含まれている、と言っているんだ。でも、愛は数字じゃなくてアルファベットよ。愛は、ルートマイナス1を表す数のことだ。あれ?ルートの中身って0より大きい数字じゃなきゃいけないんじゃないの?実数の範囲では、2乗してマイナスになる数が存在しないから、ルートの中に0より小さい数を入れてはいけないが、虚数ではそれが許されるんだぜ。そうなの?ああ、虚数の考え方を用いると、ルートマイナス1が存在するんだ。一般的には、a たす bi の形で表されるぞ。なるほど、虚数は a たす bi で表される数のことを言うのね。じゃあ、複素数は一体どんな数なの?複素数は、実数と虚数を合わせたものだ。実際、複素数も同じように a たす bi で表される数、とされているな。え?じゃあ、虚数と複素数に違いはないってこと?いや、そういうことではない。先ほどは虚数は a たす bi で表されると言ったが、正確に言うと b イコール0、すなわちただの a になる場合は虚数ではないんだ。中に i が入っていないと虚数とは言えない、ということかしら?その認識で大丈夫だぜ。反対に複素数は、b イコール0の場合も含まれるんだ。それが、複素数と虚数の違いだな。よくわかったわ。まとめると、複素数は実数と虚数の集合で、とても大きな括りということだな。そんな複素数を、座標軸上に表すことを考えたのが、複素数平面だ。複素数を平面上に?どうやって表すの?複素数平面では、a たす bi の a を横軸に、b を縦軸にとって表すんだ。この場合の横軸は実軸、縦軸は虚軸というぞ。ちょっとまだよくわからないわ。具体的に説明してちょうだい。例えば、3たす 5i という複素数があった場合、実軸の座標は3、虚軸の座標は5を取るため、この1が対応することになるな。なるほど、結構単純なのね。マイナス3マイナス 5i の場合は実軸がマイナス3、虚軸がマイナス5であるため、この1、3マイナス 5i はここ、マイナス3プラス 5i はここになるぞ。これらの複素数は符号のみが変化していて、複素数平面上で見ると軸に関して対称になっているんだ。それぞれを結ぶと長方形が出来上がるぜ。数字を変えずに、符号だけ変えた複素数同士は、長方形を作るのね。もしかして、こんな感じで正三角形とか正五角形を作っていくの?その通りだぜ。正三角形や正五角形を表す複素数を考えることで、平面上にそれらを出現させるんだ。それを解説する前に、少し複素数の歴史について解説していこうか。複素数平面は、1811年にガウスによって導入されたことから、ガウス平面とも呼ばれるんだ。ガウスさんは聞いたことあるわ。なんかすごい人なのよね。ああ、ガウスは18から19世紀に活躍したドイツの数学者で、オイラーと並ぶ数学の二大巨人の一人だ。彼の研究範囲は非常に広く、近代数学のほとんどに影響を及ぼしたと言われているぜ。それはすごいわね。ほぼ全部に影響しているなんて。それゆえに、数学にはガウスにちなんで名付けられたものが数多く存在するんだ。ガウス平面もそのうちの一つだぜ。私が先に見つけてたら、霊夢平面になっていたってことでしょ?やっぱりすごいわ。1811年にガウスによって導入された複素数平面だが、それ以前の1806年にもアルガンという人物が同様の手法を用いたため、アルガン図と呼ばれることもある。さらに、1797年にはウェッセルという人物が考えついているんだ。ガウスさんの前にも見つけていた人がいたってこと?それならその人たちの功績じゃない?それもそうだが、現在の形式を用いたのはガウスなんだ。ただし前に発見した人の名前も入れて、ガウスアルガン平面やガウスウェッセル平面と呼ばれたりもするぞ。複素数平面には、いろんな名前があるのね。そうだぜ、そんな複素数平面だが、冒頭で紹介した通り、X の N 乗イコール1の式の解をプロットすると、正 N 角形が出来上がるんだ。え?そんな簡単な式で出来上がるの?もっと難しい式を想像してたわ。ああそうだぜ、XN 乗イコール1の式の、N の部分に数字を入れ、その方程式を満たす X の値を計算し、その値を複素数平面上にプロットすることで、
正 N 角形を作ることができるんだ。すごく気になるわ。そんなこと本当にできるの？具体的に、N イコール3、4の時で考えてみようか。N イコール3の時は、X の3乗イコール1という方程式になるな。それと同じように考えて、N イコール4の時は X の4乗イコール1だ。N イコール4の時の方が簡単なので、まずはこっちから解いていこうか。X の4乗イコール1ってことは、X イコール1じゃないの？偶数上だから、マイナス1も考えられるぞ。さらに、範囲を実数から複素数に拡張すると、もう2つの解が増えるんだ。それは、この式を因数分解するとわかりやすいぞ。どうやって因数分解するの？ X の4乗イコール1を変形すると、X の4乗マイナス1イコール0となる。つまり、X の4乗マイナス1を因数分解していけば解くことができるんだ。X の4乗は X の2乗の2乗、すなわち、A の2乗マイナス1の形の式とみなすことができるよな。この形の式の因数分解は覚えているわ。A マイナス 1A たす1になるのよね。その通りで、今回の場合は X の2乗マイナス 1X の2乗たす1と因数分解できるんだ。そして、左側の括弧は同じようにして X マイナス 1X たす1と因数分解できるな。そっちは確かにできるけど、右側の括弧はどうするの？こちらの部分は、形を見るに中学校で習う数学では対処できないように見えるが、虚数を用いることによって因数分解することができるんだぜ。i2 乗がマイナス1であることを考えれば、x2 乗たす1は x たす i x マイナス i と因数分解できることになる。確かにこれなら、展開すると x の2乗たす1になるわね。最終的に、x の4乗マイナス1は x マイナス 1x たす 1x マイナス i x たす i と変形できるんだ。ゆえに、x の4乗マイナス1イコール0の解は x イコールプラスマイナス1プラスマイナス i の4つだな。複素数まで範囲を拡張すれば、解が2つ増えるって言ってたけど、本当だったのね。さらに、これら4つの点を複素数平面上にプロットしてみると、この4点になる。これらを結び合わせると、正方形が浮かび上がってくるんだ。ほんとだ、すごい。N イコール3の場合でも考えてみよう。N イコール4の時と同じように考えると、X の3乗マイナス1イコール0の方程式を解くということになるな。そうね、そこはわかるわ。A の3乗マイナス1イコール0という形にも因数分解の公式があり、A マイナス1、A の2乗足す A プラス1となることがわかっているんだ。これに当てはめると、X の3乗マイナス1はこのような式になるぜ。これがイコール0となるので、左側の括弧から解のうちの一つは X イコール1であるとわかる。まあ、1の3乗イコール1だから当たり前よね。でも右側の式はどうなるのかしら？右側は X の2乗足す X 足す1だが、ここでは形から解の公式が使えそうだとわかるな。なるほど、解の公式を使うのね。解の公式を用いると、ルートの中身がマイナスになることがわかるんだ。よって、ここでも虚数を使う必要があるぜ。虚数を使うと、その解は x イコールマイナス2分の1プラスマイナス2分のルート 3i となるな。さっきの1と、この2つが x の3乗イコール1の解になるのね。そして、複素数平面上にこれらをプロットすると、x イコール1はこの部分、x イコールマイナス2分の1たす2分のルート 3i は左上のこの部分、x イコールマイナス2分の1マイナス2分のルート 3i は左下のここだ。これらを結ぶと、正三角形が出来上がるぜ。ほんとだ、綺麗な三角形になっているわね。これを考えると、N イコール5の時は正五角形が、N イコール6の時は正六角形ができると予測することができ、実際にその予想は正しいんだ。X の5乗イコール1の時は正五角形が、X の6乗イコール1の時は正六角形が複素数平面上に反映される。ってこと？どうしてそうなるの？じゃあここからは、X の N 乗イコール1の時複素数平面に正 N 角形が出来上がることを証明していこうか。これには、ドモアブルの定理というものを使うんだ。私もド文系よ。まあ、いつもそう言っているからな。ただこれは人の名前が由来だぜ。ドモアブルの定理を紹介する前に、複素数平面における座標の表し方には2種類あることを紹介するぞ。2種類もあるの？一つ目は先ほどの A たす BI だな。そしてもう一つは、複素数の座標を、原点からの距離と原点と座標を結ぶ線と、実軸がなす角度を使って表す方法なんだ。どういうこと？実軸と距軸のパラメーターではなく、どの角度で、どれだけの長さかをパラメーターとしたものだ。具体的に説明していこう。例えば1たす i という複素数を複素数平面上に表したい場合、a たす bi で考えれば1の1の座標の点ということになる。しかし2つ目の方法で表す場合は、ルート2、45度という表記になるんだ。まだ少しわかりづらいわ。どこからルート2が出てきたの？このルート2というのは、原点から座標までの距離だぜ。三平方の定理から、ルート1の2乗たす1の2乗より計算できるな。そして45度というのは、原点と座標点を結んだ線が実軸となす角度だ。今の例で言えば、ここの角度だぜ。なるほどね、まあわかったわ。距離の方を R、角度を θ で表すと、これらの関係には A たす BI イコール R コサイン θ たす I サインθの関係が成り立つ。
つまり、A たす BI で表すことのできる複素数は、R コサインシータたすサインシータでも表すことができる、ということだぜ。どうしてサインやコサインが出てくるの？ここを直角三角形として見た場合、実軸と重なる底辺の部分を R コサインシータ、虚軸と平行になっている部分を R サインシータで表すことができる。縦の方は虚数 I をかける必要があり、RI サインシータとなるな。これらを足し合わせることで、R コサインシータたす I サインシータが出てくるんだ。A をコサインの形に、B をサインの形に表しているのね。そうだぜ、使うパラメーターは違うが、考え方は似ているな。この話が、ドモアブルの定理と関係してくるの？そうだぜ、このような式を極形式といい、ドモアブルの定理はこの式を使う定理なんだ。ドモアブルの定理は、すべての整数 N について、このような式が成り立つという定理だぜ。よくわからないんだけど、どういうことなの？これは、複素数を N 乗する場合、その複素数が実軸となす角シータに N をかけることでも表すことができる、という意味だ。N 乗するのと、角度を N 倍するのは同じ、ということかしら？そうだな、それらをイコールで結ぶことができる、ということだぜ。X の N 乗イコール1の式から正 N 角形が作図できることを、ドモアブルの定理を用いて証明してみよう。ここでは、正 N 角形を作図することから、N 一周分を考えれば十分であるため、θ の範囲を0度から360度の間で考えることにするぞ。了解だわ。まず、X イコール R コサインシータたす I サインシータと置く。これが N 乗だから、ドモアブルの定理からこのような式になるな。ドモアブルの定理を知っていれば、ここは理解できるわね。ここで、1も極形式で表してみると、1は0度のところに1し、長さは明らかに1であるから。1イコール1かけるコサイン0度たす、I サイン0度となる。X の N 乗イコール1から、これらの式をイコールで結ぶと、R の N 乗に1が、N シータに0度が対応していることがわかるか？まあ、そうよね。R の方から考えていくと、R の N 乗イコール1から、R イコール1だ。え？それでいいの？なんだか安直すぎない？R は長さを表しているから、マイナスの値や虚数の値にはならないことは明白だ。よって、このような考えでいいぜ。θ の範囲が0度から360度ということは、nθ の範囲はその n 個分になる。すなわち、θ が1周分のみを考えているとしたら、nθ は n 周分を考えていることになるんだ。円が何周もするってことね。そして nθ イコール0度であるから、0度の部分に重なる時を考え、0度、360度、720度としていく。これは、n-1、360度まで続くんだ。360度は2周目の始まり、720度は3周目の始まりを表しているの？そうだぜ、2周目の始まりは 1×360 度、3周目の始まりは 2×360 度となる。だから、n 周目の始まりは n-1、360度になるんだ。そして θ の値はそれぞれを n で割ればいいから、0度、n 分の360度、n 分の720度、n 分の n-1、360度となるぜ。なるほど、この n に値を代入することで、点を打つべき角度がわかるのね。そうだな、すべてを n 分の a×360 度という形に変形すると、その角度は0度から始まり、n 分の2、n 分の3と、n 分の1ずつ円を回ることが考えられるだろう。360度の n 分の1個分ずつ、回転したところに点を打っていくようなイメージだな。360度 ×n 分の1は円を、n 個に分割したうちの一つ分だから、それが n 個集まるのね。そして、円を一周する頃には、正 N 角形が完成している、というわけだ。N 分の1ずつ円を一周すれば、確かにそうなるわ。これで証明は完了しているが、わかりづらい部分も多くあったと思うから、具体的に N イコール5の時で解説していこう。N イコール5の時、X の5乗イコール1の解は X の5乗イコールコサイン 5θ 足す、I サイン 5θ。5θ の値はこのように出てきて、0度、72度、144度、216度、288度の5つになるんだ。今回は、72度ずつ回っていくのね。これらの角度と、長さ1が対応する点を打ってみると、この5つの点になる。これらを結ぶことで、正五角形が完成するんだ。すごい、本当に正 N 角形になっているわ。もちろん、ドモアブルの定理はどんな N でも成り立つことがわかっているから、どんな正 N 角形でも書くことができるんだぜ。これを最初に発見したのが、先ほども登場したガウスなんだ。さすがガウスさんだわ。博士論文で大数学の基本定理についての論文を書いた時に、述べていたと言われているぜ。大数学の基本定理って何？大数学の基本定理とは、一般に N 次方程式は、複素数の範囲で、常に N 個の解を持つということなんだ。N 次方程式とは、AX の2乗たす BX たす C のように、AX の N 乗たす、BX の N 乗マイナス1たす、たす Z イコール0と表せる方程式のことだな。ふむふむ、考える範囲を複素数に拡張すれば、N 次方程式の解の個数は必ず N 個になるという、大数学の基盤になるような定理なんだ。
具体的に言えば、二次方程式の解は必ず2個になって、五次方程式の解は必ず5個になる、ということだぜ。もしかして、さっきの x の4乗イコール1で解が4つ出てきたのも、x の5乗イコール1で正五角形が作れるのも、ここに繋がっているのかしら？鋭いな、霊夢。確かに大数学の基本定理にのっとれば、四次方程式 x の4乗イコール1の解は4つ存在することになるし、x の5乗イコール1の解は5つ存在することになる。さらにその解5つというのが、正五角形の頂点の数と一致しているな。さすが、基本定理というだけのことはあるわね。この定理があったことで、大数学は数々の発展を遂げ、今日に至っているんだ。そんな定理を見つけたガウスは、あくまで個人の見解だが大数学の祖と言えるかもしれないな。ガウスさんは、やっとの思いでこの定理を見つけた、ということなのかしら？いや、先ほども説明したがガウスがこの定理を発表したのは博士論文だ。西暦で言っても1799年、ガウスは当時22歳だったんだぜ。そんなに若かったの？すごすぎじゃない？若くして世界を発展に導いたガウスは、やはりただものではなかったと言えるな。そしてガウスは、先ほどまで説明していた複素数の性質を利用して、正十七角形が作図可能であることを証明したんだ。作図可能ってどういう意味なの？作図可能とは、メモリのない定規とコンパスのみを有限界用いて書けるかどうかを指しているんだ。コンパスは与えられた中心と半径の円を書くことができる道具であり、定規は2点を直線で結ぶ道具だな。この二つしか使っちゃいけないんだったら、作図できる図形っていうのは絞られてくるのかしら？数学的には、定規とコンパスの作図で表すことができるのは、二次方程式もしくは一次方程式の計算で得られる解となる数字のみとされているんだ。ちょっと難しい話ね、どういうことなの？例えば、整数やルートの値は二次方程式の解になるが、三乗根や π なんかは二次方程式の解にならない。よって、整数、ルートの値は作図可能であり、三乗根や π は作図不可能ということになるんだ。つまりは、作図したいものを整数とルートのみで表せ、ということになるのかしら？まあそういうことだぜ。もちろんこのルールは、正多角形を作図する場合も同様に満たす必要がある。正多角形を整数やルートで表す、ってどうやるの？正多角形の場合、cos n 分の360度の値を整数とルートで表すことができれば、作図可能なんだ。まずは半径1の円を書き、円の中心を O通る直線と、円との交点を A とする。そして、直線を O 上に長さが cos n 分の360度となる線を引くんだ。ふむふむ、この点を B とし、B から上に直線を伸ばしてできる円との交点を C とすると、角 BOC が N 分の360度になる。AC を直線で結べば、正 N 角形の一辺が出来上がるんだ。あとは、円に沿って AC と同じ長さの線を作っていけば、正 N 角形が作図できるんだぜ。作図の方法は分かったんだけど、正十七角形を作るにはどうすればいいの？ cos 十七分の360度を、整数やルートの式で表せれば可能だな。そんなことできるの？できるぞ。当時19歳だったガウスは、このような式を導いたんだ。長い式ね、理解できそうにないわ。今回は理解できなくてもいいが、注目してほしいのは整数とルート以外を使っていないところだ。確かにそうね。作図にはかなりの手順を踏む必要があるから、今回は詳しく説明しないが、気になる人は調べてみてくれ。大事なのは、正 N 角形を作図する際には、cos N 分の360度の情報が必要であること。ガウスが cos 17分の360度の式を与えたから、正十七角形が作図可能になったことだ。正十七角形なんて作図できたのね、というかそんな図形存在していたのね。霊夢のように、正十七角形の存在を知らない人は多いと思うぜ。そもそもギリシャ時代からガウス時代まで2000年もの間、作図可能な正素数角形は正三角形と正五角形のみとされていたんだ。2000年も？途方もない年月だわ。そうだな、2000年間、誰も正十七角形の存在を知らなかったことになる。そんな中、ガウスは約2000年ぶりに新たな正素数角形の作図方法を発見したんだぜ。2000年ぶりに新たなことを見つけるなんて、やっぱり大数学の祖だわ。不可能と思われていたことでも、一人の天才が可能に変えてしまうことがある、ということだな。だからこそ、数学は面白いんだぜ。そうね、よくわかったわ。というわけで今回は、x の n 乗イコール1について、複素数平面から解説してきたぜ。どんな正 n 角形も作ることができるなんて、複素数って魅力に溢れた考え方だったのね。考えついたガウスは、着眼点が違うよな。きっと、柔軟な思考回路を持っていたんだわ。17だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。最も美しいのは正十七角形、と思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ねえマリサ。どうした、霊夢？金色のバッハって、知ってる？なんだ、そのどこかの少年漫画みたいな単語は。この前、強そうな数学者の名前を調べていたら、そんな雰囲気の名前の人がいたのよね。どうして数学者を調べようと思ったのかも気になるが、もしかして、ゴールドバッハのことを言ってるのか？
そうそう、その人だったわ。何かの予想をした人って書いてあったんだけど、マリサは何のことか知ってる？ああ、それはおそらく、ゴールドバッハ予想のことだな。280年以上解かれていない、数学の未解決問題なんだぜ。そんなに長い間、解決してない問題があるなんて、ちょっと興味が出てきちゃったわ。じゃあ今日は、ゴールドバッハ予想について、解説してみようか。よろしくお願いします。まずは、ゴールドバッハ予想の中身について説明しよう。ゴールドバッハ予想とは、このような予想のことだ。すべての2より大きい偶数は、2つの素数の和で表せる？つまり、どういうことかしら？じゃあ、具体的に考えてみよう。2より大きい偶数ということなので、最初は4で考えてみようか。霊夢、素数ってわかるか？知ってるわよ。落ち着きたい時に数えるやつでしょ？それは一部で囁かれている副次的効果の方だぜ。素数というのは、1とその数自身との他には約数がない性の整数のことだ。例えば、2や3、5、7、11のような数のことだ。これらは、1とその数自身でしか割り切れないから、素数である、ということだな。なるほどね。ちなみに、1は素数じゃないから注意してくれ。ゴールドバッハ予想では、2より大きいすべての偶数は、2つの素数の和で表せるとする予想だから、その最小の偶数は、4になるわけだ。これを、素数の足し算で表現できるかやってみよう。4を2つの素数の足し算で表すから、2プラス2、かしら？そう、正解だ。じゃあ次は6だが、これは3プラス3で表現できるぜ。確かにそうね。じゃあ、次の8は、3プラス5かしら？その通りだ。じゃあ霊夢、10はどうなると思う？10だったら、3プラス7でいけると思うわ。正解だ。だが、もう1パターン存在するぜ。え？あ、もしかして、5プラス5かしら？そうなんだ。このように、複数種類の足し算の和で表現できる場合もある。なるほど、複数パターンあるのは盲点だったわ。これ以降の偶数についても同様に考えていくんだが、この時、2という素数の扱いには注意してほしい。どうして？4の時に出てきてるじゃない。そうなんだが、2という素数はこの先いくら調べても、この4の時しか使わないんだ。え、どうして？考えてみてくれ。今回調べるのは、偶数についてだろ？2つの素数を足し算して、偶数にならないといけないんだから、奇数プラス奇数でないと、偶数を表現することができないんだ。なるほど、確かにそうね。けど、偶数プラス偶数でも、偶数になるはずだわ。そもそも、2より大きいすべての偶数は、1とその数自身以外に2で割り切れてしまうから、素数にはなり得ないんだぜ。あ、本当だわ。ってことは、この2プラス2って、かなり特殊なのね。そうなんだ。だから、6以降の偶数を素数の足し算に分解するとき、には登場し得ない。そういった観点から、これ以降に扱う素数は、2以外の素数、奇素数のみとして議論していくぜ。なるほど、わかったわ。この、偶数を2つの素数の和で表す、という工程を、偶数をどんどん大きくして試していくとき、偶数が大きくなればなるほど、複数パターンに分解できる場合も増えてくる傾向があるんだ。例えば、22だったらどうなる？まず、3プラス19ね。それから、5プラス17かしら。そうだぜ。さらに、11プラス11も該当するぞ。あ、3パターンに分解できたわ。そうなんだ。さらに、72になると、このような6パターンに分解できるぜ。本当だわ、どんどんパターン数が増えているわね。数を大きくすればするほど、複数パターンで分解できる偶数も増えていくんだ。そうやって聞くと、この予想って正しいんじゃないかって思えてくるわね。そう思うのも無理はない。具体的に確かめていった結果、現在では、4×10 の18乗という偶数まで、正しいことが確かめられているぜ。これを言い換えると、400形に当たる。形って、1重100千万億兆形の、形？そうだぜ。つまり、1000兆のさらに4000倍だ。そんな大きい数まで確かめたのなら、証明できたって言っちゃいたくなるんだけど。気が早いぞ、霊夢。2より大きい偶数は無限に存在するから。この計算を具体的に繰り返していくうちに、もしかしたら成立しない偶数があるかもしれないだろ？無限と比べられちゃうと、どうしようもないわ。そうだ、これまでの数学者たちも、それに苦戦してきた。そもそもゴールドバッハ予想とは、クリスティアン・ゴールドバッハが、数学者オイラーに宛てた手紙の中で、定式化して述べた予想だ。手紙の中で書いた予想が、こんな風に取り沙汰されているのってすごいわね。有名であるがゆえ、だろうな。手紙の日付は1742年6月7日になっているから、最初に定式化されてから、280年以上もの年月が経っているぜ。280年以上もの長い間、未解決なのね。とはいえ、研究は着々と進んでいる。先ほど話した、4×10 の18乗までの偶数について成り立つことが確認されたのは、実は2015年のことなんだぜ。思ったより随分最近の出来事じゃない。それだけ長い間研究され続けているということだ。だが、素数の和を一般的な式で扱うのは非常に難しく、未だ無限個までの証明には至っていないというわけだぜ。
一般化しないと、無限に成立しているかを証明できないのね。一方で、統計学的な立場からの検証では、この予想は正しいのではないか、と考えられている。統計学？整数の中での素数の分布をもとに、偶数を2つの素数の和に分解する方法の数を大まかに計算したんだ。すごい、そんなことが可能なのね。統計学的なアプローチで計算するために、まずは素数定理を用いて考えていくぞ。素数定理とは、自然数の中に素数がどのくらいの割合で含まれているかについて述べたものだ。自然数の中に、素数がどのように分布しているのかを表していて、X 以下の正の整数に占める素数の割合は、このような式に近似されるぜ。うわ、複雑な式ね。これってつまり、素数の分布図みたいなものなのかしら？そんな感じだぜ。だが、その分布を数学的に証明することはとても難しく、まだ解明されていない部分も多いんだ。素数って厄介なのね。素数定理によると、ランダムに選択した整数 M が素数である確率は、こう表現できる。こうすることで、任意の整数 M がどのくらいの確率で素数になるのかを把握することができるぜ。そこから、十分大きな偶数 N に対して、M がこの条件を満たすとき、M と N-M が共に素数である確率は、こう表現できるぜ。なるほど、偶数 N を M と N-M に分解して、それがどちらも素数である確率を考えるのね。その通りだ。このことから、十分大きな偶数 N を2つの素数の和に分解する方法の数は、おおむね、このように表現できるんだ。うわ、なにこれ、記号ばっかりでいや。とうとう霊夢の数式アレルギーが発症した。まあ、そう難しく考える必要はないぜ。大切なポイントは、この値は、N を増やすにつれて無限大に発散していくことだ。無限大に発散？どこか一定の値に収束するわけではなく、どんどん巨大な値になっていく、という意味だぜ。つまり、この計算結果からは、おそらく、任意の巨大な偶数は、2つの素数の和に分解できるどころか、数が大きくなるにつれて、パターン数がいくつも存在するだろうと予想できるんだ。なるほどね。じゃあ、これで証明できたって言えるんじゃ？いや、この議論は、実際にはやや不正確なんだ。どうして？ M と N-M が素数である、という2つの事象が、正確には統計的独立性を満たしていないからだぜ。統計的独立性って、何のこと？簡単に言い換えると、この置き方だと、M が素数である確率と N-M が素数である確率が、完全に独立して存在しているわけでない、ということだ。これを裏付ける一つの具体例として、もし M が奇数だった時のことを考えてみよう。N は偶数だから、N-M はどうなる？偶数マイナス奇数で、奇数になるはずよ。そうだよな。じゃあ、M が偶数だったらどうだ？偶数マイナス偶数だから、N-M も偶数になるはずだわ。そうなんだ。だが、2を除く整数は奇数の時しか素数となり得ない。さっき言っていたわね。つまり、この M と N-M の性質に、緩やかな関係性が生まれてしまっているわけだ。ああ、だから完全に独立していない、と言っていたのね。そうなんだ。このような状況も考慮に入れ、統計学的な観点から解析を行った予想も存在する。それは期待大だわ。だが、これもまた、現在に至るまで未だ完全に証明されていないんだ。これらを証明しきるのは、ゴールドバッハ予想と同程度に難しいだろうと言われているぜ。世の中、そううまくはいかないってことがよくわかったわ。さすが、長い間未解決なだけあって、一筋縄ではいかないんだ。だが実は、このゴールドバッハ予想には、弱いゴールドバッハ予想、と呼ばれるものが存在する。弱いって言われると、これまでのものよりも倒しやすそうね。戦闘力的な意味じゃないんだぜ。これは、従来のゴールドバッハ予想の条件を少し緩めたものだ。これと対比させて、従来のゴールドバッハ予想を強いゴールドバッハ予想、と呼んだりもするぞ。強い弱いって、条件の厳しさのことを言っていたのね。そうなんだぜ。弱いゴールドバッハ予想とは、5より大きい奇数は3つの素数の和で表せる、という予想だ。あれ？素数が3つになってない？それに、冒頭も5より大きい奇数、になっているし。おっしゃる通りだ。では、なぜこの予想が出てきたのか、順を追って説明していこう。お願いするわ。最初に、強いゴールドバッハ予想を、別の表現で表してみよう。それが、これだ。5より大きい整数は3つの素数の和で表される。これも文章は似てるけど、全然違うことを言ってるように思うんだけど。そのモヤモヤをすっきりさせるためにも、今から同値であることを示していくぜ。まず、ゴールドバッハ予想が正しいことを仮定して、言い換え表現の正しさを調べるぞ。すべての2より大きい偶数は、2つの素数の和で表せるので、この式が成り立つぜ。この時、P1 と P2 は素数としよう。さらに、N は1以上なので、2N プラス2は4以上の偶数になっているぞ。この前提で話を進めていくわけね。では、この時に、2N プラス4を計算してみると、こうなる。さらに、2N プラス5も同じように考えると、こう書ける。そこから、左辺に着目すると、このように書き換えることができるよな。あ、2でくくったのかしら。そうなんだぜ。つまり、上の式の左辺は、2に何か整数をかけた形になっているし、
下の式の左辺は、2に何か整数をかけて、1を足した形になっている。あ、そうか、上の式が偶数の時で、下の式が奇数の時を表しているのね。正解だ。このことから、n を順番に大きくしていけば、6以上の整数をすべて表現できることになる。なるほど、納得だわ。ここで、右辺を見てほしい。p1 と p2 は素数だった。さらに、どちらの式も、素数の足し算に、2や3という素数を足し算している。本当ね。つまり、どちらの式も、右辺は3つの素数の足し算になっているんだ。これより、6以上の整数、つまり5より大きい整数は、3つの素数の足し算で表すことができている。なるほど、正しいと仮定した式を変形して、示していくわけね。これで、ゴールドバッハ予想が正しいことを仮定した時の、言い換え表現の正しさが証明できた。ここまでは理解できたわ。じゃあ、今度は、この逆が成り立つか、証明しよう。5より大きい素数の和は3つの素数の和であることの正しさを認めるので、これが成立するなら、6以上の偶数についても、もちろん3つの素数の和で表せるはずだ。確かにそうね。それを式にすると、こうなる。これが成り立つということは、左辺は偶数になるから、P1、P2、P3 という3つの素数は、少なくとも1つが偶数になっていないといけないはずだ。なるほど、P1、P2、P3 が全て奇数になってしまうと、左辺も奇数になってしまうということ？そうなんだぜ。なのでこのことから、P3 は2としておこう。え、勝手にそんなことしてもいいの？かなり不安になるんだけど。ここを具体数2にしたとしても、偶数の素数は2しか存在しないから、一般性を失わないんだぜ。ああ、なるほどね。この条件を元に式を書き換えると、こうなる。この式の両辺から2を引くと、こうなるぜ。つまり、2つの素数を足すと、4以上の偶数になる、ということだ。あ、強いゴールドバッハ予想と同じになるのね。その通りだぜ。これで、この二つの表現が同値であることが示せたわけだ。一見違うことを言っているようなのに、同じことを示しているなんて、驚いたわ。さて、ここで、この5より大きい整数、という表現を少し緩めて、5より大きい奇数、にしてみよう。これが、さっき紹介した、弱いゴールドバッハ予想だ。あ、本当だわ。この時、強いゴールドバッハ予想が成り立つならば、当然、弱いゴールドバッハ予想も成り立つことが言える。強いやつなら弱いやつを倒せる、的なこと？だから、この強い弱いは戦闘力的な意味じゃないぜ。整数の中に奇数が含まれているからだぜ。まあ、確かにそうなのかも。じゃあ、数式的にも確認してみようか。弱いゴールドバッハ予想が正しいと仮定すると、N 番目の正の奇数について、この式を満たす素数、P1、P2、P3 が必ず存在することになる。どうして N 大なり3なの？これは、左辺を5より大きい奇数にするためだぜ。N イコール1や2を入れてしまうと、左辺が1や3になるだろ？そっか、そういうことね。ここから、N 番目の正の偶数は、こう表現できる。だが、P2 プラス P3 プラス1は、必ずしも素数とは限らない。だから、弱いゴールドバッハ予想が成り立つからといって、強いゴールドバッハ予想は証明できないわけなんだぜ。やっぱり一筋縄じゃいかないわね。そうなんだ。だが、もしこの弱いゴールドバッハ予想が正しければ、8より大きい偶数は4個の素数の和で表されることが知られている。それはどうしてなの？じゃあ、順を追って見ていこうか。さっきのこの式から、両辺に3を足し、さらに変形すると、このようになるよな。確かにそうね。この式より、P1、P2、P3 と3はそれぞれ素数だったな。さらに、N 大なり3であることから、左辺は8より大きくなることがわかる。これより、弱いゴールドバッハ予想が正しければ、8より大きい偶数は、4個の素数の和で表すことができるぜ。ああ、なるほどね。強いゴールドバッハ予想を完全に証明できてはいないけれど、少しずつ、条件が狭まっている感じがするわ。霊夢の言う通りだぜ。このように、ゴールドバッハ予想の一部を切り取ったのが、弱いゴールドバッハ予想なわけだが、実は、2013年にペルーの数学者、ハラルド・ヘルフゴットによって、弱いゴールドバッハ予想を証明したと主張する論文が発表されている。それはすごいわね。この論文の主張は、現在、おそらく正しいと考えられているぜ。これはすごく大きな一歩な気がするわ。じゃあ最後に、ゴールドバッハ予想の現在までの研究の進捗について見ていこう。ゴールドバッハ予想が定式化されたのは1742年のことだが、そこから、世界中の様々な数学者によって、これを証明しようと研究がなされてきた。さすが280年以上未解決なだけあって、たくさんの数学者たちがチャレンジしてきたのね。いきなり全ての偶数が2つの素数の和で表される、ことを証明できなくても、整数の範囲を少しずつ限定していって、素数の和で表現できることを証明しようとしてきたんだ。例えば、1930年、ソビエトの数学者シェニレルマンは、全ての自然数が多くとも稽古の素数の和であるような、稽が存在することを示し、そこから、1947年にハンガリーの数学者レイには、全ての自然数を素数と、多くとも稽古の素数の積である数との和で表すことができるような、
刑が存在することを証明した。ここまでは、自然数について考えているのね。そして1978年までには、中国の数学者陳恵順が、十分大きな全ての偶数は素数と多くとも二つの素数の積であるような数の和で表せることを証明し、1995年にはフランスの数学者マラレが、全ての偶数が多くとも6個の素数の和として表せることを証明した。ゴールドバッハ予想にかなり近づいてきたわ。そして、ハラルド、ヘルフゴットによって、弱いゴールドバッハ予想を証明したとする論文が提出されたのが、2013年のことだ。こうやって見てみると、弱いゴールドバッハ予想が証明されたことは、これまで様々な研究が積み上げられてきたから得られた、大きな進捗だったわけね。その通りだぜ。実は、2009年からは、ゴールドバッハ予想に関する分散コンピューティングプロジェクトが開始された。このような努力もあり、2015年には、4×10 の18乗までの4以上の全ての偶数について、ゴールドバッハ予想の成立が確認されたんだぜ。4×10 の18乗までの成立が確認されたのも、そんなに最近のことだったっていうのには驚きよね。今もなお、世界中の数学者たちが、この問題の解決に取り組んでいる。今後の進捗も楽しみだぜ。期待大ね。今日はゴールドバッハ予想について解説してきたが、どうだった？未解決問題だって言うから、どんな複雑で難しい内容かと思って身構えたけど、小さい値なら自分でも確認できたりして面白かったわ。そう言ってもらえてよかったぜ。気分がいいから、バッハッハ、と笑い出したいくらいよ。ゴールドバッハだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画で素数に興味を持った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。詰め放題って難しいわよね。いきなりどうしたんだ？この前ミニトマトの詰め放題があったからやってみたのよ。だけど結果的に、他の人の半分くらいしか詰められなかったのよね。それはちょっと少なすぎないか？もう少し丁寧に詰めればよかったわ。何か効率のいい詰め方ってあるのかしら？いい方法があるんだぜ。え？あるの？どんな方法なのよ？ケプラー予想、だ。え？ケプラー？詰め放題と何の関係があるの？ケプラー予想は、ケプラーが数学的に予想した、空間を球で一番効率よく満たす方法、なんだぜ。なんだかよくわからないけど、確かに詰め放題に活かすことができそうだわ。詳しく教えてちょうだい。なら今回は、ケプラー予想、について解説しよう。お願いします。霊夢がチャレンジした詰め放題に限らず、旅行に行く時のパッキングや部屋の収納など、なるべく多くの荷物を、効率よく入れる方法を模索して悩む、ということは多いと思う。確かに旅行に持っていくバッグもいつもパンパンだわ。そしてそれは数学者も例外じゃなかったんだぜ。数学者は、ある空間を球で最も効率よく積み重ねる方法はどんな配置か、と悩んでいたんだ。私と同じ悩みを持っていたのね。ちょっと違うんだぜ。どこが違うのよ？霊夢は詰め放題用のビニール袋や旅行バッグといった、有限な空間を想定しているよな。一方、数学者たちが前提としていたのは、無限に広い空間なんだぜ。空間が無限だったら、ミニトマトも無限に詰めることができるじゃない。いや、そういうことじゃなくて、数学者が考えていたのは、効率よく荷物を積み重ねる方法。つまり最も隙間が少ない配置なんだ。そもそも空間が有限だと、その空間の形によって最適な答えが変わってしまうからな。確かに、袋の形によって効率的な詰め方って違うものね。そしてその効率的な配置を予想したのが、数学者であるヨハネス・ケプラーなんだぜ。ケプラーは数学以外にも天文学や占星術にも精通していたんだ。へえ、星が好きだったのね。そうだな、ケプラーの実績にはもう一つ有名な発見があって、それが、ケプラーの法則、なんだぜ。ケプラーの法則？どんな法則なのよ？惑星は、中心となる星の周りを、楕円の軌道で運動している、っていう法則なんだ。ケプラー以前の天文学では、惑星は完全な円軌道だと考えられていたんだぜ。しかも中心は地球っていう説が有力とされていたんだ。ん？それって、天動説、ってことよね？ケプラーって一体いつ頃の人物なのよ？ケプラーは17世紀の数学者なんだぜ。じゃあ400年前の人物ってこと？そうだな、そしてケプラーは1611年に、とある配置、が一番効率よく球を積み重ねることができる、と予想したんだ。予想した、ってことは、実際にその配置が一番効率がいいかは、わからないってことかしら？確かにケプラーの時代には、予想が正しいのかは証明されていなかったんだ。ところがなんと400年も経った1998年に、ケプラーの予想が正しかったことがやっと証明されたんだ。証明に時間がかかった数学の難問って、他にもあったわよね？それは、フェルマーの最終定理、だな。フェルマーの最終定理は、3以上の自然数 N について、X の N 乗たす Y の N 乗イコール、Z の N 乗を満たす自然数 X、YZ は存在しないというものだ。フェルマーが書き残したこの定理が、証明されるまでにかかった年月は、360年だな。じゃあケプラー予想は、フェルマーの最終定理より時間がかかった超難問ってこと？そうなるな。ひえ？
誰でも持っているような悩みが数学の超難問ってすごいわね。ところでケプラーが予想した効率がいい配置ってどんな配置だったのかしら？いきなり空間で考えると難しいから、まずは平面で考えてみるんだぜ。平面に円を重ならないように並べるには大きく分けて二つの方法があるんだ。まずは円を縦横にまっすぐに並べる、正方配置、だな。綺麗な並べ方ね。正方配置で円が空間を占める割合は、この部分の割合を計算することで求めることができるんだぜ。その割合が円を無限に敷き詰めた時と同じってことかしら？そうだな、だからここの割合を計算するだけでいいんだぜ。まず、円の半径を R、円の面積を S1、線で囲んだ部分の面積を S0 とする。そうすると円の面積は半径 ×半径×3.14 だから、S1 イコール πR の2乗になる。線で囲んだ部分は正方形で、一辺の長さが 2R だから、面積は 2R×2R で S0 イコール 4R の2乗になるんだ。比率を求めるから、円の面積を線で囲んだ部分の面積で割ればいいわね。正解なんだぜ。πR の2乗割る 4R の2乗を計算すると割合がわかるんだ。約分すると R の2乗はなくなるから、S0 分の S1 イコール4分の π という答えが出るんだ。そして π はおよそ 3.14、これを4で割るとおよそ 0.758 となる。つまり正方配置だと円が占める割合は、約 75.8% ということがわかるんだぜ。このような円が占める割合のことを重点率という。なるほど、こうやってどういう配置の仕方だと、円が占める割合が高いか調べていくのね。そういうことになるな。さて、次に二つ目の円の並べ方を見てみるんだぜ。一つの円の周りに6つの円が接するようなこの並べ方は、六方配置と呼ばれている並べ方なんだ。なんとなくさっきの並べ方よりも密になっている気がするわ。本当にそうなのか、計算して確かめてみるぜ。六方配置では、この部分における円の面積を求めることで、重点率がわかるんだ。なんだか、正方配置の時より難しそうだわ。ゆっくり考えてみれば、意外と難しくないんだぜ。まずは、さっきと同じように円の半径を R、円の面積を S1 とする。三角形の内角の和は180度、つまり半回転分なのでこの三角形の中の円の面積は半円分で、S1 イコール2分の πR の2乗になるんだ。なるほど、あとは三角形の面積を求めて割ればいいのね。そうなんだぜ、三角形の面積を S0 とすると、S0 イコール 2R×2 分のルート 3R となる。え？底辺と高さはどこから来たのよ？底辺は円の半径2つ分だから 2R になるんだ。そして正三角形の底辺と高さの比は、底辺対高さイコール2対ルート3だから今回はルート 3R になるんだぜ。なんとなくわかったわ。これらの式から、空間において円が占める割合を求めると、S0 分の S1 イコール2ルート3分の π になるから答えは約 0.907。つまり正方配置だと円が占める割合は、約 90.7% ということがわかるんだぜ。そしてこの並べ方が最も密だということが、数学的に証明されているんだ。私の目に狂いはなかったってことね。よかったな。ところが問題はここからなんだぜ。今、六方配置が一番効率が良いってわかったじゃない。いや、今わかったのは平面だ。問題は空間を効率よく球で満たす方法なんだぜ。ということはこの円を立体にするってことね。そうなんだ、ケプラーは六方配置で効率よく並べた円を、球に変えたものを一層として考えた。そしてこの層をまた効率よく積んでいく方法を考えていったんだ。六方配置で並べたトマトをいっぱい入るように積んでいくってことね。詰め放題で敗北したのがよっぽど悔しかったんだな。やっぱり六方配置みたいに、くぼみに次の層が乗っかるのが、効率が良さそうよね。そうだな、ケプラーもそう考えていて、その中でも2種類の積み上げ方が効率がいいと予想したんだ。どんな積み方なのかしら？まずは、六方細密重点構造、だな。この構造では3層目が1層目の真上に来るんだ。これを繰り返していく構造ってことね。もう一つは、免震立方格子構造、で、こっちは3層目は1層目の真上に来ないんだぜ。つまり六方細密重点構造は、A と B という層を繰り返す構造で、免震立方格子構造は、A と B と C という層を繰り返す構造なんだ。同じようにくぼみに合わせるのに、二つの構造があるのね。ところでどっちの効率がいいのかしら？ちょっと簡単に計算してみようぜ。効率の良さである重点率を求めるには、構造全体の体積と球の体積が必要になる。まず、六方細密重点構造の体積を求めるために、高さを計算してみるぜ。六方細密重点構造の高さは、この静止面体の高さを求めて、2倍にすることでわかるんだ。意外とわかりやすいけど、少し面倒ね。そうだな、少し割愛するが、球の半径を R とすると、正三角形の高さは、3分の2ルート 6R になる。つまり六方細密重点構造の高さは、3分の4ルート 6R ってことね。次に底面の面積は、最初に説明した平面の六方配置にある正三角形を使うんだ。この正三角形の面積を6倍にすることで求めることができるんだぜ。それなら簡単ね、正三角形の面積はルート 3R の2乗だったから6ルート 3R の2乗よ。となると体積は底面積かける高さだから、6ルート 3R の2乗かける3分の4ルート 6R イコール、24ルート 2R の3乗。
つまり六方細密重点構造の体積は24ルートにRの3乗なんだぜ。あとは球の体積よね。この構造の中に含まれている球は6個だから、3分の 4πR の3乗 ×6 が球の体積なんだぜ。え ?6 個なの?もっとあるように見えるけど、線から出ている部分を除くと6個分の体積しかないんだ。なるほど、そういうことなら納得だわ。さて、重点率は 3πR の3乗分の 4×6 割る、24ルート2R の3乗 ×100 で、これを計算すると約 74% になるんだぜ。六方細密重点構造の重点率は約 74% なのね。免震立方格子構造はどうやって計算するのかしら?免震立方格子構造の場合は格子一つ分の立方体で考えるんだ。球の半径を R、立方体の一辺の長さを A とすると、三平方の定理から R イコール4分のルート 2A になるんだ。そしてこの立方体の中には球が4つ入っているんだぜ。ということは3分の 4πR の3乗 ×4 を、立方体の体積 A の3乗で割ればいいのね。そうだな、R は4分のルート 2A だからこれを代入して計算すると、6分のルート 2π×100 で重点率は約 74% なんだ。え?六方細密重点構造の重点率も 74% だったわよね。実は2つとも同じなんだぜ。え?同じなの?どちらの構造でも、球が空間を占める割合は 74% なんだ。ケプラーはこのことから、最も密な積み方は六方細密重点構造と免震立方格子構造だとした。そして、これ以上に効率的な積み重ね方は、存在しないと予想したんだぜ。つまりこれが、無限空間での最も効率的な、ミニトマトの詰め方ってことね。どんな詰め放題だよ。ちなみにケプラーが認めたこれらの構造は、あまり馴染みがないかもしれないが、実は身近な金属の原子に見られる構造なんだぜ。へぇ、どの金属なの?例えばマグネシウム原子が六方細密重点構造で、金の原子は免震立方格子構造なんだ。確かに聞いたことがある金属だわ。詰め放題のヒントがこんなところにあったなんて、全部詰め放題に繋がってしまうんだな。でもケプラーがこの予想したのも、効率的な荷物の積み方を探していたことがきっかけだから、あながち間違いでもないんだよな。そうなの?ああ、ケプラー予想の内容が分かったところで、次はこの予想が生まれた経緯や、予想が正しいと証明されるまでの、歴史を紹介していくんだぜ。ケプラー予想が生まれたきっかけは、トーマス・ハリオットからの手紙だったんだ。トーマス・ハリオット?トーマスもケプラーと同じく、数学や天文学を専門としていた学者だな。太陽の黒点を発見した一人なんだぜ。他にも、地図の書き方に使われている、メルカトル図法の数学的定式化に関わった人物なんだ。こうした先駆的な業績はあるんだが、著書はあんまり残さなかったから、そんなに有名じゃないんだよな。きっかけという意味ではかなり重要な人物よね。そんなトーマスとケプラーは文通をしていたんだ。そしてその中で、トーマスが友人で雇い主であるウォルター・ローリーから与えられた。とある問題の話題になったんだ。とある問題?トーマスは船に砲弾を効率よく積み込む方法を考えるように言われていたんだ。は、だからケプラー予想に出てくる荷物は球だったのね。この手紙がやり取りされたのは1606年のことで、1611年に発表された論文、六角の切片について、で、ケプラーは予想について初めて言及したんだぜ。それから予想が正しかったと証明されるまで、400年もかかったってことなのね。そうだな、ケプラー本人は証明することができなかったから、ケプラー予想、なんだ。その後の流れを順番に追っていくんだぜ。まず19世紀に、球が規則的に配置しているときは、ケプラー予想が正しいと証明されたんだ。これを証明したのはあの天才数学者ガウスだった。ガウスっていろんな法則の名前になっている人よね。そんな人たちも取り組んだ問題だったのね。ところで規則的に配置しているときはってことは、不規則に配置しているときは間違っているってことなの?間違っているというよりも、不規則な配置にはパターンが多すぎるんだ。そのすべてのパターンを検証して効率を調べるのは、かなり難しいんだぜ。確かにそれこそ無限にありそうだわ。そうなんだよな。そしてこれを証明しないことには、ケプラー予想が絶対に正しいとも証明できないんだぜ。そんな事情もあって、19世紀においては、他にケプラー予想に関する進展はなかったんだ。ウォルター・ローリーも、まさか数世紀にわたって研究されるとは、思っていなかったでしょうね。1900年には、現代数学の父、と呼ばれたドイツの数学者ダフィット・ヒルベルトが提起した、数学における23の未解決問題、の18番目に挙げられているんだぜ。当時から注目されていた問題だったのね。20世紀になると、ハンガリーの数学者ラースロー・フェイストートが、この問題は有限個の計算で証明できると報告したんだ。有限個の計算?つまり膨大な数の配置パターンをしらみつぶしに計算すれば証明できると考えたんだ。え?そうなの?まあ、実際400年越しで証明されているからな。フェイストートは、十分な性能のコンピュータがあれば、証明できる可能性があると気づいたんだぜ。なるほど、膨大な計算をコンピュータで処理しようってことね。そして実際にコンピュータを用いて研究したのが、ミシガン大学のトマス・ヘイルズ教授だ。彼は1998年にケプラー予想を証明したと発表したんだぜ。証明できていたの?
証明できていることが証明されなかったんだぜ。どういうこと？まず、ヘイルズ教授の研究は、5000種以上の配置を、一つ一つ調べるというものだった。そしてこの論文はなんと300ページを超えるものになっていたんだぜ。300ページ？数学誌の編集者は、この論文を掲載することに同意したんだが、査読が条件になっていたんだ。査読？その分野を専門としている研究者が対象の論文を読んで、内容の妥当性を審査することだな。ヘイルズ教授の論文の審査には審査員が12人、そして4年という歳月がかかったんだぜ。審査するのも大変だったのね。その結果、99% は正しいと認められたんだが、残りの 1% については確認できないと判断されたんだ。あと 1% なのに証明できないなんて、悔しいわよ。そこでヘイルズ教授は、自身の研究が完全に検証されるために、あるプロジェクトを立ち上げたんだ。あるプロジェクト？それが、フライスペックプロジェクト、なんだぜ。ちなみに F、P、K の3文字は、フォーマルプルーフオブケプラー。つまりケプラーの形式的証明から取ったらしい。へぇ、そうなのね。どんなプロジェクトだったのかしら？ホルライト、と、後継システムの、イザベル、というプログラムを使ってしらみつぶしに証明したんだ。結局、全部の配置を調べられるかどうかが鍵だったのね。でも自分で証明するなんてすごいわね。プロジェクトを立ち上げたのが2003年で、集結したのが2014年だからな。ヘイルズ教授は証明できた時に、10年若返ったようだ、と語ったそうだぜ。確かにこんな難問を何年もかけて解決できたら、若返るわね。というか制限のない空間を前提にしていても、一番効率がいい配置が見つかるまでに400年もかかったのね。詰め放題や旅行のパッキングが難しいのは、当たり前だわ。というわけで今回は、ケプラー予想、について解説したんだぜ。詰め放題に活かせそうか？とりあえず、雑に詰めるのは予想、って思ったわ。予想だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、なぜかポケモンを思い出した方は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。マリサ、数学者オイラーっていろんなところに名前を残しているわよね。そうだな、このチャンネルでもよく出てくるし、オイラー、と名前のついた定理や法則はたくさんあるぜ。それだけオイラーという数学者が偉大で、様々な分野で功績を残していたという証拠だ。ということは、私の知らないオイラーの名前がついた何かがあるんじゃないかしら？何か私でも理解できそうな、面白いものはない？じゃあ、オイラー定数ガンマは知っているか？ガンマン？オイラーは銃の使い手でもあったのね。ガンマンではなくガンマだ。ギリシャ文字の一つを使ってオイラー定数というものを表している。知らないようだから、今回はオイラー定数について解説をしていこう。よろしく頼むわ。まず、オイラー定数はガンマというギリシャ文字を使って表されるぜ。このオイラー定数ガンマは、円周率 π や、自然対数の定義と並んで、重要な数学定数の一つなんだ。π とか π って、正確に意味が分かってなくても数学の公式とかでよく見かけるわ。それらと同じくらい重要なものなのね。ああ、そして、その式はこのようになるんだぜ。いきなり難しい式が出てきたわ。安心しろ、順番に説明をしていくぞ。まずリミットってなっているのは極限、だ。極限というのは、一定の法則に従って変化する変数が、ある値に限りなく近づく、ということを表している。例えば、2、4、6、8、と偶数の数列があったとする、n 番目の数字はどうなるかわかるか？ n 番目の偶数ってことね、だったら 2n って表し方になるわ。そうだ、この n 番目の数字っていうのを一般項、というぜ。そして、この数列を無限に続くと考えるとどうだ？無限にって、それはどこまでも大きくなっていくわよ。その通り、無限に続く数列のことを無限数列、と言うんだが、今回の場合は、どこまでも大きくなってしまう。それを無限大に発散する、という言い方をして、数式ではこのように書くぜ。リミットの下に n 矢印無限ってあるわ。これは n を限りなく大きくする、という意味だ。n を大きくしていくことによって、一般項に n もどこまでも大きくなる。これが無限に発散する、ってことなのね。でも、どんな数列でも、無限に書き続ければ無限大になるんじゃないの？いやいや、そんなことはないぜ。次にこんな数列を考えてみよう。1、2分の1、3分の1、4分の1、という数列だ。これは分母が1ずつ大きくなっているわ。そうだ、一般項はわかるか？一般項ってことは、n 番目がどうなっているかってことね。分母が1ずつ増えているわけだから。n 番目の分母は n だわ。だから一般項は n 分の1だわ。そうだ、じゃあこの数列を無限に書くとどうなるだろうか。分母がどんどん大きくなっていくわよ。100分の1、1000分の1、1万分の1って感じね。ああ、どんどん数は小さくなっていくよな。それを無限に書くわけだから0に近づいていく。なんとなくそうなりそうな感じがするわ。このようにある値に近づいていくことを収束、というぜ。今回の場合、この数列は0に収束している。そして、収束しない場合を発散、というんだ。収束しないっていうのは、どんどん数が大きくなっていくみたいな感じのことね。正確には発散、はさらに細かく分類できるぜ。
今霊夢が言ったような、どんどん大きくなっていくっていうのは性の無限大に発散する、っていうやつだ。逆にどこまでも小さくなっていくこともある、その場合は負の無限大に発散する、だ。そして、そのどちらにも当てはまらないのが振動、だ。どちらにも当てはまらないって、どういうこと？例えばこんな数列だ。プラス1、マイナス1、プラス1、マイナス1。これを無限に変えていくとどうなる？プラス1とマイナス1がずっと繰り返しているわね。無限大になるわけでも、ある値に近づいているわけでもないわ。そう、このような場合は振動、と言って、発散、の一つだ。さて、少し話を戻そう。さっき考えた1、2分の1、3分の1、4分の1、という数列は0に収束する。そうだったわね。じゃあ、この数列の各項を無限に足していくとどうなる？つまり1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラスと無限の足し算をするんだ。無限の足し算とはいえ、足す数はどんどん小さくなるわ。それに、いつかは足す数自体が0になっちゃうわ。だから、なんか適当な数に収束するんじゃないかしら？残念ながら実は、これは正の無限大に発散するぜ。本当かしら？だって、元の数列が無限に書くと、0に収束するのよ。では、その証明をやってみよう。1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラスと無限に足し算が続いている。これをこのように括弧でまとめてしまおう。分数の部分が、1個、2個、4個ってまとめられているわ。ああ、そしてこの式と代償関係を比べるぜ。括弧の中で、分数が同じになったわね。それぞれの括弧の中で、一番小さい分数になっている。ってことは、こっちの式の方が小さいわ。そうだ、じゃあ不等式はこうだ。そして括弧の中の分数を計算してみよう。2分の1は1つだけだから、このままだ。次の括弧は4分の1が2つだ。これの足し算は2分の1よ。さらに次の括弧は、8分の1が4つだ。ということは、これも2分の1ね。その次は、16分の1が8つだから、ここも2分の1だぜ。同じように考えると、2分の1の足し算が無限に続くことになる。そうすると、計算式は1プラス2分の1プラス2分の1プラス2分の1だ。2分の1を無限に足すのね。じゃあこれは無限大に発散よ。その通りだ。この足し算は発散してしまったが、元の足し算はどうだろうか。この足し算って、元の足し算よりも小さいわよね。その小さいはずの足し算が無限大になったってことは、元の足し算は、それより大きくならないといけないわ。そうなんだ。小さい方が発散しているから、元の足し算も発散しているはずだ。ということで、この足し算は無限大に発散するんだ。おお、一つ一つの足し算は、どんどん小さくなって、ゼロに近づくけど、それを足し合わせると無限大になるのね。まさに塵も積もれば山となる、ということを表す式だぜ。ちなみに、これをきちんと数式で表すとこのようになり、左辺は調和級数、と呼ばれている。最初に見たオイラー定数の式の形に似ているわ。このシグマという記号が足し算を繰り返す、という意味だ。この記号は顔文字で使うわよ。この記号の上下に K イコール1、N、とあるから、K 分の1の K に1から順に代入して足していっているんだ。この記号、そんな意味があったのね。でも、これだとオイラー定数の式とはまだ違うわよ。オイラー定数では、対数関数の極限も考えなければいけない。対数っていうのは何だったかしら？対数っていうのは、簡単に言うと指数の逆だ。指数はわかるわ、何乗とかっていうやつね。そうだ、A を i 回掛け算するというのは、A の y 乗と表せる。この時2の y 乗イコール8の時、y の値はいくらになるだろうか。2を何回か掛け算して8になるんだから y イコール3だわ。2の3乗イコール8だもの。同じように2の y 乗イコール16だと、どうだ？それは y イコール4ね、2の4乗イコール16よ。これらの場合は、整数になったからわかりやすいな。じゃあ、2の y 乗イコール10だったらどうだろうか？2を何回掛け算すれば10になるかってことよね？あれ？そんな数、存在しないんじゃない？存在しないわけではない、3乗で8、4乗で16だったから。3と4の間の数で、10になるはずだろう。このように2を何乗すれば10になる、という数をログに、10と表すんだ。一般には x イコール a の y 乗という指数関数を y イコールログ a、x という対数関数に変形できるぜ。へえ、対数ってそういう意味だったのね。オイラー定数の計算で使われている対数は自然対数といって、定義が省略されている。定っていうのは、ログの後ろについている小さい数だ。自然対数って言葉もよく耳にするわ。そして y イコールログ x のグラフはこのような形になる。対数について、さらに詳しく知りたい人は、高校数学を勉強してくれ。オッケー、わかったわ。このグラフから、対数関数は発散するということがわかるだろう。確かにグラフは少しずつ右に上がっていっているわ。ということで、調和級数、対数関数は、共に極限を取ると無限大に発散することがわかった。そして、オイラー定数というのは、これらの差を取ったものなんだ。オイラー定数の定義も引き算の形になっているわ。でも、これって無限大引く無限大の計算ってことになるんじゃない？この計算はどうなるのかしら？実は、この差の極限は収束することがわかっている。収束するってことは、ある値に近づいていくってことね。
ああ、このような結果になるのは、調和級数も対数関数も発散のスピードが同じくらいだからなんだ。発散のスピードっていうのは何？調和級数を考えたとき、足す数がどんどん小さくなってゼロに近づいていっただろう。数が大きくなれば、足される割合が小さくなるから、発散するには計算量が多くなってしまうんだ。これは、対数も同じで、グラフを見ればわかる。対数のグラフも、増えてはいるけど、右に行けば行くほど上がり幅が小さくなっているわ。それぞれの発散のスピードは遅く、同じくらいだから、差を取った時に収束するというイメージだ。そして、この式を図形的に表現すると、このように表すことができる。この図の斜線をつけた部分の面積がオイラー定数の値になる。これは、どういうことなのかしら？まず階段状になっている部分が、調和級数を表している。それぞれの長方形は、幅が1になっているだろう。そして一つ目の長方形は高さが1だ。1×1 で面積が1ってことね。曲線は、y イコール x 分の1だから、x イコール1の時、その高さは2分の1だ。だから二つ目の長方形は、1×2 分の1イコール2分の1で、面積が2分の1だぜ。あとは、同じように、高さが3分の1、4分の1となるわけだから、長方形の面積も3分の1、4分の1となるというわけだ。なるほど、この長方形の面積を合わせたら1プラス2分の1プラス3分の1プラス4分の1プラス、という計算になるわ。これがシグマの部分の計算ね。でも、ログはどこに行ったの？この図の中にログは出てきてないわよ。実は、対数関数の部分は、y イコール x 分の1と x 軸の間のこの部分の面積になっているんだぜ。あれ、どうしてログの式じゃなくて、y イコール x 分の1になるのかしら？ここもきちんとした説明をすると、長くなってしまうので、少し省略をするが、x 分の1を積分するとログ x が出てくる、積分というのが、面積を求める計算ということだ。ここで示した図と式は、わかりやすくするために簡略化されている部分がある。厳密には積分区間なども考慮しないといけないが、これも高校数学で学習することだから、詳しく知りたい人は調べてみてくれ。なるほど、わかったわ。オイラー定数の式では、それぞれの差を取っていた、つまりこの図では面積の引き算だ。階段上の部分から、その下の面積を引いて、残ったこの部分が、オイラー定数の値になるということだ。これ、値が収束するってことは、いくらになるかわかっているのよね。わかっていると言っても、実は全てがわかっているわけではなく、未解決の部分もある。値はおよそ 0.577215166 となるんだ。そして、その名の通り、これを発見したのは、あの大数学者レオンハルト・オイラーだ。オイラーはもともと調和級数に関する研究をしていた。その際に、調和級数と対数関数の増え方が等しいということに気がついた。どっちも発散するけど、発散のスピードは遅かったのよね。そうだ、そしてその差がある値に収束することを証明し、その値がオイラー定数、と呼ばれるようになるぜ。ただ、オイラー自身は、この値を表すのに C を用いていた。あれ？今は違う文字よね？ああ、現在ではギリシャ文字のガンマを用いるのが一般的だ。この記号を使ったのはイタリアの数学者、ロレンツォ・マスケローニが初めだ。彼もまたオイラー定数についての研究をしていた数学者の一人だぜ。オイラー自身はこの値を小数16桁までて計算で求め、その後マスケローニは32桁まで求めた。おお、オイラーの倍の桁数を求めているわ。ただ、マスケローニの計算は、後に誤りが見つかり正しいのは20桁までだったんだがな。そして、オイラーに並ぶ大数学者であるガウスは40桁まで計算をしているぜ。偉大な数学者がたくさん関わっているのね。だったら、オイラー定数については、ある程度研究も進んでいるんじゃないの？もちろん研究は少しずつ進んでいるんだろうが、発見から280年以上経った今でも謎が多いんだ。そもそもオイラー定数は有理数なのか無理数なのかすら分かっていない。有理数と無理数ってなんだっけ？簡単に言うと、分数の形で表されるのが有理数、分数の形で表すことができないのが無理数だ。分数にできるかどうかって、そんなに重要なの？有理数か無理数かっていうのは、数の本質としては全く違うものだ。小数点以下が無限に続くものを無限小数、と言うんだが、問題は、その数の並びに規則性があるかどうかだ。規則性？ああ、例えば 0.3333 という小数は、無限に3が続く、しかし分数で3分の1と表すことができる。他にも、0.142857、142857、という数も無限に続くわけだが、分数で表すと7分の1だ。無限に数が続くとなると書き表せないけど、分数にしちゃうととってもシンプルね。このように分数の形で表すことができるのは、小数点以下の数の並びに規則性があるからなんだ。しかし、規則性がなければ、分数を使った表現ができない。無理数の例としては、円周率 π や自然対数の定である e、ルートを用いて表したルート2、ルート3などだ。これらは規則性がなく、無限に数が続くから、分数を用いた表し方ができないぜ。オイラー定数ガンマは、現在では数万桁計算がされているが、規則性があるかないかは分かっていない。え？数万桁も計算して規則性がないなら、もう規則性なんてないんじゃないの？
いやいや、そんなことは言い切れないぞ。もしかすると、1万桁、10万桁、100万桁という単位で数が循環している可能性もある。今わかっている数では規則性がないかもしれないが、この後も規則性がないということが、証明されたわけではないからな。そうか、その後もすべて、規則性はないっていう証明が必要なのね。ちなみに現在では、オイラー定数ガンマは超越数、だろうと予想されている。超越数？なんだか強そうね。超越数というのは有理係数の代数方程式の解にならない数、のことだ。わからないわ。諦めるのが早い、言葉は難しいが、その意味は意外と単純だぜ。簡単に言うと、方程式の解にならないってことだ。方程式は中学校でも習うやつね。そうだ、ただし、その方程式の係数部分は有理数だけ、無理数の係数の場合は除くぜ。有理数はさっき確認したわね。無理数がついた方程式がダメってことは、こういう方程式は考えないってことね。そうだな、それだと π がついているからダメだ。係数が有理数である方程式の解を代数的数、と言い、超越数はそうではない数だ。例えば、どんな数が超越数なの？円周率 π や自然対数の定義などがその代表例だぜ。そして、超越数だということが証明されれば、それは無理数だということも言える。じゃあ、超越数イコール無理数ってことかしら？いや、それは正しくない。超越数ならば無理数、とは言えるが、無理数ならば超越数、というのは間違いだ。X の2乗マイナス2イコール0という方程式を考えてみるといいぞ。この方程式は、係数が有理数だわ。この方程式を解くと、X の2乗イコール2となるから X イコールプラスマイナスルート2ね。ああ、有理係数の方程式の解だからルート2というのは超越数ではないぜ。なるほど、ルート2は無理数だけど、超越数ではない数なのね。しかし、さっきも言ったように超越数ならば無理数、は正しいから、オイラー定数が超越数であることを、証明すれば、無理数であるということも言えてしまう。オイラー定数が有理数か無理数かっていう未解決問題も一緒に解決するのね。ああ、そういうことだ。ということで、今回はオイラー定数ガンマについて解説をしてきたぜ。たった一つの文字で表されているけど、とても奥が深いわね。無限大に発散するもの同士を引き算すると、ある値に収束するっていうのも、面白かったわ。無限や極限は、直感とは異なる答えが出てくることがあるからな。280年以上も未解決っていうのもすごいわ。数万桁も計算されていたら、規則性があるかどうかなんてわかりそうなのに、そうではないっていうのも、数学の面白いところよ。オイラー定数の不思議を解き明かすには、我慢強く研究しないといけないわね。ガンマだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画を見て、ストレス発散した人は、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ウリサ、見てみて、計算ドリルを買ったの。ほう、急にどうしたんだ？ちょっとは頭の体操をしようと思ってね。霊夢にしてはいい心がけだな。ちなみに小学何年生のドリルなんだ？失礼ね、ちゃんと大人向けよ。難乗とかの問題もあるんだから。ほら、問1さんの2乗マイナス2の3乗って書いてある。お、語らん予想じゃないか。語らん、何？語らなかったら予想にならないじゃない。語らん予想というのは、証明するまでになんと700年近くもかかった数式のことだぜ。700年、すごい時間がかかっているじゃない。マリサ、その語らん予想っていうのが何なのか気になるわ。もっと詳しく教えてちょうだい。じゃあ今回は語らん予想について解説するぜ。よろしくお願いします。それで、その語るのか語らないのかよくわからない予想って何なのよ？語らん予想だ。まず語らん予想とは、X、Y、A、B が1より大きいとき。X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1を満たす自然数の組み合わせは1種類しかないというものだぜ。つまりどういうこと？試しに適当に代入してみよう。仮に X イコール3、Y イコール4、A イコール3、B イコール2だった場合を計算してみてくれ。代入すると、3の3乗マイナス4の2乗になって、27マイナス16で答えは11ね。その通り、つまりこの X、Y、A、B は X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1を満たす組み合わせじゃないとわかるよな。そして、X、Y、A、B が1より大きいとき、この式を成立させれる組み合わせはほとんどなくてな。なんと式を成り立たせられる組み合わせはたったの一組だけなんだぜ。え？そうなの？ちなみにその組み合わせって何？冒頭で霊夢が言っていたぞ。X イコール3、Y イコール2、A イコール2、B イコール3の組み合わせだ。つまり3の2乗マイナス2の3乗になって、9マイナス8イコール1となるわけだ。なるほど、確かにこの組み合わせなら式が成立するわね。だけど組み合わせがこれしかないというのがどうも信じられないわ。まあ霊夢が言うように考えても無理ないよな。ではまず、X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1がどういう式なのか考えてみよう。X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1が成り立つとき、どういうことが言えると思う？え？ X の A 乗と Y の B 乗の差が1なんでしょ。そうだな。差が1になるときというのはどういうときだ？ 2-1 とか 10-9 とか？その通り、つまり2つの整数が隣り合っているときだけ差が1になると言えるよな。確かにそうね。
そして X と Y はそれぞれ A と B の累乗になっている。つまり、X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1を満たす自然数の組み合わせは、累乗が隣り合っている時に限られるわけだぜ。その前に累乗って何？この式で言う X の A 乗や Y の B 乗みたいに何の何乗となっている部分を累乗というぜ。この時 A、B のように右上に書かれる値のことを指数と呼ぶ。ただ注意してほしいのが、累乗はこの指数が自然数の時の呼び名であって、これがそれ以外、例えば0やマイナス1、4分の3、π などになった場合はまとめてべき乗と呼ばれるぜ。累乗も自然数のべき乗なんだ。累乗はべき乗という大きな括りの一つなのね。けど、連続した数が何かの自然数のべき乗か、それこそ9と8しか思いつかないわね。9は3の2乗で8は2の3乗になるな。あれ、ちょっと待って、A、B が1だったらいくらでもあるんじゃない ?2 の1乗マイナス1の1乗だって、10の1乗マイナス9の1乗だって式が成り立つわよ。そりゃ実質 X マイナス Y イコール1なんだから、たくさんどころか無限にあるぞ。だから X、Y、A、B 大なり1と最初に定義されているんだ。なるほどね、その条件がついているのを忘れていたわ。けど確かに3の2乗マイナス2の3乗以外の組み合わせが全く思いつかないわ。この式を考えた人はすごく賢いのね。もちろん式を提唱した人も賢いだろうが、これが成立することを証明した人も賢いぞ。確か700年近く経って証明されたって言ってたっけ。ではここからは語らん予想の歴史をたどりながら解説するとしよう。時は1343年。1343年、そんなの日本で言ったら室町時代の初期じゃない。相当前であることが分かってもらえるだろう。この時、フランスの数学者であるゲルソニですが、X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1の式に対して、X と Y の組み合わせがそれぞれ3、2、2、3の場合における A、B を証明したんだ。あれ？いきなり証明できちゃったんじゃない？いや、これは X イコール2、Y イコール3の時と、X イコール3、Y イコール2の時における限定的な証明なため、他の組み合わせが存在しないことに対する証明にはならないんだぜ。そっか、確かに X と Y が10とか100でも差が1になればいいもんね。でもこのままだと無限に存在する組み合わせを全て確かめないといけないんじゃない？その通りだが、しらみつぶしに確認するのはなかなか現実的じゃないよな。ここまでの流れからわかると思うが、X イコール2、Y イコール3において式を満たす A、B は存在せず、X イコール3、Y イコール2の時にのみ、A イコール2、B イコール3だけが式を成り立たせることができる。1734年にこの逆パターンで A イコール2、B イコール3の場合、つまり X の2乗マイナス Y の3乗イコール1を満たす X、Y の組み合わせを証明した人がいる。霊夢も一度は聞いたことがあるんじゃないか？これを証明したのはオイラーだぜ。オイラー、私でも名前だけは知っているわ。カタラン予想にはオイラーも関わっていたのね。まあオイラーはカタラン予想なんて知らないけどな。え？どういうこと？ベルギーの数学者であるカタランがこの予想を提唱したのはこれよりも後の1844年のことなんだぜ。あれ？でも1343年にゲルソニデスが提唱したんじゃないの？けど、確かにゲルソニデスが提唱したならゲルソニデスの予想になるはずよね。どういうことなの？ゲルソニデスは3の A 乗マイナス2の B 乗イコール1を満たす A、B の組み合わせの証明と、2の A 乗マイナス3の B 乗イコール1を満たす A、B は存在しないという証明をしただけだぜ。オイラーも X の2乗マイナス Y の3乗イコール1を満たす X、Y の組み合わせの証明をしただけなんだ。正式に X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1かつ X、Y、A、B 大なり1を満たす。X、Y、A、B の組み合わせは X イコール3、Y イコール2、A イコール2、B イコール3だけである。と予想を立てたのは1884年のカタランが最初なんだぜ。1343年から1844年って、500年以上も経ってから正式な予想が立てられたのね。だがカタランも完全な証明をすることはできなくてな。その後も多くの数学者が、X、Y、A、B のどれかの値を定めたパターンの証明を行った。パターン分けしたら証明できるのね。だが誰も完全な証明ができないまま1976年まで時は過ぎるぜ。約50年前くらいまで来たわね。この時テイデマンという人物が語らん予想の会は有限個しか存在せず、また A、B は10の110乗よりも小さくなければならないことを証明したぜ。お、範囲を絞ることができたのね。けど10の110乗って0が110個あるってことでしょ。有限って言われても、しらみつぶしで計算できるような数に思えないわ。もちろんこれは現代のコンピュータを使っても求められるような量じゃない。だがその後、1999年にミニョットが上限を10の16乗、下限を10の7乗の範囲まで減らしてくれたぜ。10の110乗からだいぶ減ったわね。しかし10の7乗だとしてもまだしらみつぶしで計算することは現実的じゃないんだ。まだまだ範囲が広いのね。だがそのわずか3年後、2002年4月、ルーマニアの数学者プレダ、ミハイレスクによって、ここまで多くの数学者を悩ませたカタラン予想に完全な証明がなされたんだぜ。2002年って、割と最近じゃない。もう20年以上前だが、まあ2000年以降の出来事と考えたら最近の出来事だと思えてしまうな。それで、ミハイレスクはどうやって証明したの？簡潔に説明すると、ミハイレスクはまず、
3の2乗マイナス2の3乗以外の組み合わせがあるなら、その A と B は、それぞれ B の2乗分の A の B マイナス1乗と、A の2乗分の B の A マイナス1乗の式において余りが1でないといけないことを証明したんだ。このことを、A、B は B フェリッチ対でなければならないというぜ。B フェリッチなんて初めて聞いたわ。だがこれはまだ完全な証明というわけじゃない。ミハイレスクはその後、X の N 乗プラス Y の N 乗イコール Z の N 乗の X、Y、Z を満たす自然数の組は存在しないという、フェルマーの最終定理を証明する試みの中で発展していた塩分体の理論を利用してカタラン予想を証明したんだ。なるほど、他で使われていた理論を利用したのね。ここら辺の説明も難しいので省くが、これによってカタラン予想は完全に証明され、ミハイレスクの定理とも呼ばれるようになったぜ。700年近くも数学者たちを悩ませた問題は、証明も一筋縄じゃいかないってことね。そうだな。さて、そんなカタラン予想だが、もっと一般化されたものがある。一般化って、どういうこと？カタラン予想では X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール1における X、Y、A、B の組み合わせを求めたが、この右辺が自然数 N、つまり1以外の2や3だった場合の X、Y、A、B を求められているんだ。1が終わったから他の数字でやり始めたのね。実は全ての自然数 N に対しても、X の A 乗マイナス Y の B 乗が成立する X、Y、A、B の組み合わせは、有限個しか存在しないと考えられている。もちろん、これに関してはまだ完全な証明がされていないため、未解決問題となっているぜ。つまり、私が完全な証明を見つけ出すことができれば霊夢の定理になるってこと？もちろん完全な証明ができれば、霊夢の定理と名付けることはできるだろうが、少なくとも現在、N 小なりイコール64、X の A 乗と Y の B 乗が10の18乗未満の場合における、式を満たす組み合わせは、Wikipedia などに載っている。残念だけど、霊夢の定理は諦めるわ。それが賢明だな。表を見てもらえばわかるが、例えば N イコール2の場合も式を満たす組み合わせは一つしかなくてな。隣の表に書かれている25から、27-25イコール2。つまり何かを何乗かして27と25になる組み合わせだけが、差が2になるわけだ。25になるのは5の2乗ね。27は3の3乗だわ。その通り、つまり X の A 乗マイナス Y の B 乗イコール2を満たす組み合わせは3の3乗マイナス5の2乗だけということだぜ。へえ、こうやって組み合わせを導き出すのも面白いわね。気が向いたら他の組み合わせも探してみてくれ。でも不思議ね、組み合わせが7つくらいある数もあれば、1つもない数もあるなんて。見た感じでは規則性も見えてこないもんな。こうやって新たな問題を生み出したカタラン予想だが、2018年に東北大学の入試問題に登場している。え？高校生にカタラン予想を証明させたの？違う違う。カタラン予想になぞった問題が出題されたんだ。細かく言うと、ゲルソニデスが行った X、Y イコール3、2の場合に関する問題が出されたんだぜ。せっかく出しといてみたいわ。いいだろう。ではまず問題を読み上げるぞ。整数 A、B は等式3の A 乗マイナス2の B 乗イコール1、1を満たしているとする。1A、B が共に正となることを示せ。2B 大なり1ならば、A は偶数であることを示せ。3、1を満たす A、B をすべてあげよ。どうだ霊夢、わかるか？全然わかりません。そもそも示せって言われても、どうやって示したらいいのかわからないもん。それじゃわかりやすく解説するとしよう。問題文で A、B が共に正となる、と言っているということは、必ず A、B の値は正の整数でなければ式が成り立たないことを教えてくれている。これは逆に考えれば A、B は正の整数以外にはならないということだ。正の整数以外ってことは、負の整数ってこと？いや0も正の整数に含まれないぞ。つまり A、B が負の整数や0になった場合、式が成立しないことが言えればいいんだぜ。なるほど、具体的にどうしたらいいの？一つ一つ当てはめていくことになる。まず、A が負の整数、つまりマイナス A だった場合を考えるんだ。3のマイナス A 乗マイナス2の B 乗イコール1ってことね。ところで負のべき乗がどうなるかわかるか？確か、分子が1の分数の分母になるのよね。3のマイナス A 乗は3の A 乗分の1になるんじゃない？その通り、ここで式を考えると、3の A 乗は2の B 乗よりも1大きくないといけないよな。だが実際のところ、3の A 乗分の1が1よりも大きくなることはないぜ。A イコール1だと3分の1で1以下になるもんね。3の A 乗が1より小さくならないと3の A 乗分の1が1より大きくなることがないから。A が負の整数だと式は成り立たないのね。そうだ。そして A イコール0だった場合、3の0乗イコール1となるが、ここから2の B 乗を引いて1にならないといけない。つまり2の B 乗は0にならないといけないわけだが、ここまでの傾向から、べき乗した整数が0にならないことがわかるだろう。負の整数でも0よりは大きくなるもんね。これじゃ A イコール0も式が成り立たないわ。そう、つまり残った正の整数だけが式を成り立たせることができるんだ。それじゃ次は B が正の値でなければいけないことを証明するぜ。また負の整数や0の場合を求めて式が成り立たないことを証明するの？いやここではすでに証明した、A が正の整数でなければならないことを利用する。ここで式を変換すると、2の B 乗イコール3の A 乗マイナス1に変えられるよな。
すでに A は0より大きくないといけないことを示しているから、A は最低でも1になることがわかる。ここで A イコール1とすると、2の B 乗イコール3の1乗マイナス1となり、2の B 乗イコール2となる。B は1になるわね。そう、そして A は1よりも大きくなっても、小さくなることはない。つまり、2の B 乗イコール3の A 乗マイナス1大なり2になる場合があり、この時、2の B 乗大なり2になるには B は1よりも大きくなる必要がある。そっか、A イコール1の時は B も1じゃないといけないし、A 大なり1の時は B も1より大きくないといけないのね。その通り、これで A、B が共に正の整数になることを証明できたぜ。では次の問題。と言いたいところだが、長くなりそうなので割愛させてもらうぜ。そんな、気になるじゃない。どうやって解いたらいいの？霊夢のためにヒントを出すと、2は余りから B が奇数でないといけないことを示すんだ。そうすれば A も偶数でないといけないことが示せる。余りから考えるのね。3は2を利用して式を因数分解、そこから連立方程式を作って求めるんだぜ。どうだできそうか？頑張って解いてみるわ。これを解いて、私も東北大学を目指すわ。霊夢よ、その心がけは素晴らしいが、東北大学は日本の大学ランキングの中でも総合1位の難関大学。これが解けるようになったところで入れるようなところじゃないぞ。残念だけど東北大学は諦めるわ。さて、今回は語らん予想について解説したぜ。どうだった霊夢？3の2乗マイナス2の3乗イコール1という割とありそうな問題が、多くの数学者たちを悩ませる難問だったとは思わなかったわ。私も語らん予想みたいな数式を探してみるわ。新たな発見なら、証明する必要がない。多くを語らなくてもいいもんね。語らんだけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。新しい数式を見つけた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。数学なんて、この世からなくなってしまえ。霊夢、いつになく荒れているな。あんな難しすぎる学問いらないわ。もしタイムマシンがあったら、数学を作った人のところに行って、やめさせてやるんだから。誰が作ったかは知らないが、数学は古代ギリシャの頃からあったんだぜ。でも昔の数学なんてどうせ、足し算引き算ぐらいでしょ？現代の私たちが勉強している数学よりも、ずっと簡単に決まってるわよ。そんなことはないぜ。古代ギリシャで考えられていた問題の中には、解決までに2000年以上の年月を要したものもあるんだ。2000年も？昔の数学も、結構バカにできないぜ。そこまで言われるといくらど文系の私でも気になっちゃうわ。なら今回はギリシャの三大難問について解説しよう。お願いします。ギリシャの三大難問とは、紀元前世紀頃の古代ギリシャで研究された、作図にまつわる三つの問題のことだ。図形の問題なのね。紀元前5世紀って言うと、日本は弥生時代ね。さすがど文系、詳しいな。ギリシャではソクラテスが活動していた頃だ。具体的にはどんな問題なの？後で一つずつじっくり解説するから、ここでは名前と概要だけ紹介しておくぜ。一つ目は、縁石問題だ。ああ、よく車が乗り上げちゃうやつね。そっちの縁石じゃないぜ。縁石問題とは、ある円が与えられた時、同じ面積の正方形を作図できるか、という問題だ。ふむふむ。二つ目は立方体倍積問題だぜ。立方体倍積問題？ある立方体が与えられた時、その2倍の体積の立方体を作れるか、という問題だ。そして3つ目は、角の3等分問題だぜ。その名の通り、与えられた角を3等分するような直線を引くことができるか、という問題だ。角の2等分線なら聞いたことあるけど、この問題は3等分なのね。以上の3つが、ギリシャの三大難問と呼ばれる作図問題たちだ。これらが本当に難問なの？簡単そうに見えるわよ。問題そのものは小学生にも理解できるくらいシンプルだが、解決したのはどれも19世紀のことだ。ギリシャでこれらの問題が考えられ始めてから、2000年以上もかかっているんだぜ。でもなんだか、信じられないわね。だって、角の三等分線なんか、分度器で角度を測ればすぐに作図できちゃいそうじゃない？確かにその通りだな。だが、ここでいう作図というものにはルールがあって、定規とコンパスしか使ってはいけないんだ。なるほど、分度器はチートなのね。さらに、定規の使い方にもルールがあるぜ。定規はあくまで、まっすぐに線を引くためだけに使って、目盛りで長さを測るのはご法度だ。ということは、定規で直線を引くことと、コンパスで円を描くことしか許されていないんだわ。そういうことだな。この制限の下では、作図のために点を打つ場所。つまり、定規で結んだりコンパスの針を刺したりする位置として使って良いのは、それまでに描いた円や直線の交点だけ、ということになるぜ。なるほど、長さを測ることができないものね。すると、作図に利用できるのは、直線と直線の交点とか、円と円の交点だけってことかしら？あと、円と直線の交点もあるな。これらの3種類の点というのは、実はざっくり言うと、一次方程式の解と二次方程式の解だけを組み合わせてできる点なんだ。二次方程式？今、図形の話をしてるんじゃないの？詳しく説明しよう。霊夢、座標平面というものを覚えているか。X 軸と Y 軸でできている、あれよね。
その通り、ここからは座標平面を使って説明しよう。座標平面上に円を描くと、その形は例えばこんな、x と y の二次方程式で表されるんだぜ。円が方程式で表されるってどういうこと？この円周上にある点の x 座標と y 座標の組み合わせは、すべてこの方程式を満たしている、ということだな。一方で直線の方程式は、y イコール ax プラス b、というような一次方程式の形で表されるぜ。なんか中学校でたくさん見た気がするわ。一次関数の式よね。ああ、そうだな。つまり、この直線上にある点はどれも、x 座標と y 座標の値の関係が、この一次方程式の通りになっている、というわけだ。じゃあ霊夢、例えばこんな2本の直線について、交点の座標を求めるときはどうしていたか、覚えてるか？確か、連立正弦みたいな？連立方程式だぜ。2本の直線はそれぞれ、与えられた一次方程式を満たす点の集まりだから。交点の座標はその両方の方程式を成り立たせるような値、つまりこれらの連立方程式の解になるんだ。なるほど、直線と直線の交点を求めることは、一次方程式を解くことと同じなのね。その通りだ。同じようにして、円と円の交点や、円と直線の交点を求めるためには、それらの図形を表す方程式を連立させてできる、二次方程式を解くということになるんだぜ。円の方程式が二次方程式だったから、よね。そういうことだな。定規とコンパスだけを使って作図するというのは、与えられた点から出発して円や直線を書き、それらの交点を使ってまた別の円や直線を書く、という作業の繰り返しだから。こうして点を打っていくことは、ざっくり言うと、一次方程式の解と二次方程式の解を組み合わせていくということになるんだ。なるほど、よくわかったわ。この考え方は、作図問題を解決する上でとても重要になってくるから、頭の片隅にでも置いておいてくれ。それじゃ、三大難問の一つ目、円積問題について解説していくぜ。与えられた円と同じ面積の正方形を作る、という問題だったわね。ちなみに円積問題については、このチャンネルの過去の動画でも、少し取り上げているが、今回はさらに詳しく説明するぜ。まず、この問題で何を問われているのか、きちんと整理しておこう。わぁ、なんだか予備校の授業みたい。与えられた円の半径を1としよう。この時、円の面積は、1×1×π で π になるぜ。半径×半径×円周率ってやつね。この円と等しい面積の正方形を考えてみよう。正方形の面積は、一辺の長さの2乗になっているから。これから作りたい正方形の一辺は、2乗して π になるような値、つまりルート π、というわけだ。なるほど、円の半径のルート π 倍の長さの辺を作図できれば、円積問題は解決するのね。その通りだ、このルート π という値がこの問題の肝になるぜ。円積問題に最初に取り組んだのは、自然哲学者のアナクサゴラスという人物だ。彼はなんと、牢獄の中で問題を考えていたんだぜ。なんで牢獄に入れられてるの？彼は天体の研究をしていて、太陽の正体や月が光って見える理由などについて、それまでの考え方とは違う学説を唱えていたんだ。しかし、当時は学問と宗教や思想が一体になっていたから、彼の新しい考えは受け入れられず、不敬罪で囚われてしまったんだな。へえ、かわいそうに、でも牢獄の中でも研究を続けるなんて、よほど熱心な学者だったのね。本題に戻ろう。古代ギリシャで円積問題に関して大きな成果を挙げたのは、ヒポクラテスという学者だ。カバに数学ができるの？ヒポポタマスじゃないぜ。この図は、ヒポクラテスの月と呼ばれる有名な図形だ。図の左右にある青い三日月型の部分の面積を足すと、真ん中の赤い直角三角形の面積に等しくなるんだ。ふーん、詳しくは省略するが、現代の日本だと中学生の知識でも証明できるから、興味があったら後で挑戦してみてほしいぜ。この図が円積問題と何か関係あるの？曲線で囲まれた部分と、曲線だけで囲まれた部分の面積が等しいという点で、円積問題に似ているだろ？確かに、そう言われてみればそうね。実際にヒポクラテスはこの方法を応用して、三日月型の図形と同じ面積の正方形を作ることに成功するんだぜ。だが、円積問題の解決にまでは至らなかったようだ。惜しかったのね。その後もいろいろな数学者が試行錯誤するものの、作図できるものは現れず、この問題は結局、ドイツの数学者リンデマンによって、1882年に解決されるんだ。だいぶ時間が飛んだわね。リンデマンは一体どうやって正方形を作図したの？残念ながら、作図はできていないんだ。作図してないのに解決したって、どういうことよ？彼の発見によって証明されたのは、円と同じ面積の正方形は作図不可能ということなんだぜ。作図不可能？さっき、円積問題を解決するには、半径のルート π 倍の長さの線分を作図できればよい、という話があっただろ？そうね。だがリンデマンの発見で、定規とコンパスではそんな長さは作れないということが分かってしまったんだ。何それ、なんだかトンチみたいね。じゃあ、人々は2000年間も、解けない問題に無駄な時間を費やしていたってこと？いや、作図できないという結論も立派な解決だ。きっと、それまでの努力の積み重ねのおかげもあって、作図できないことが分かってきたんだと思うぜ。でも、作図できないことなんてどうやって証明するのかしら？
最初に説明した方程式の話を思い出してくれ。定規とコンパスによる作図は、一次方程式と二次方程式の解を組み合わせることってやつね。その通り。リンデマンが証明したことによると、パイやルートパイという値は、超越数と呼ばれる、厄介な種類の数なんだ。超越数？それは何なの？例えばこんな、多項式イコール例の形で表される方程式で、すべての係数が整数になっているものを考えよう。実数の中には、こういう類の方程式の解になりうる数と、どう頑張ってもこんな方程式の解としては出てこない数があるんだぜ。超越数というのは、後者のような数のことだ。へぇ、整数係数の方程式の解にならない数が超越数ね。その超越数の一つが、円積問題を解くのに必要なルートパイというわけだ。つまり平たく言うと、半径1の円だけが与えられている状態から出発して、一次方程式や二次方程式の解をいくら組み合わせても、ルートパイという値は作れないということが、証明されてしまったんだぜ。なるほど、直線と円の交点を使うだけでは、半径のルートパイ倍の長さが作れないから、円と等しい面積の正方形は作図不可能という結論になるのね。次は、三大難問の二つ目、立方体倍積問題について解説していくぜ。これは何だったかしら？与えられた立方体の2倍の体積の立方体を作れるか、という問題だ。この問題は、デルフォイの信託という逸話が元になっているんだぜ。ホグワーツを卒業した後はどこの学校に行くのかしら？それはマルフォイの進学だな。ハリーポッターのマルフォイの話はしてないぜ。デルフォイというのは、古代ギリシャのデロス島で、神殿があった場所なんだ。デロス島の島民たちが、政治の問題や疫病について神様に解決策を相談したところ、立方体の祭壇を2倍の大きさにせよというお告げが下ったんだぜ。変なの。これが立方体倍積問題、別名デロス問題だ。神様から出された問題だったのね。神話が由来になっているなんて、いかにも古代ギリシャっぽいわね。でも、立方体を2倍の大きさにするなら、辺の長さを2倍にすればいいんじゃないの？形は立方体のままで辺の長さを2倍にすると、縦横高さをすべて2倍にしなければならないから、体積は 2×2×2 で8倍になってしまうぜ。あ、本当だわ。じゃあ、体積を2倍にするには辺の長さを何倍にすればいいのかしら？その答えは、2の立方根と呼ばれる、こんな数だ。見たことない数だわ。ルート2みたいだけど、小さい3という数字がくっついているわね。ああ、2の立方根とは、3乗すると2になる正の実数のことだぜ。2乗すると2になる数をルート2という記号で表したように、3乗すると2になる数をこう表すんだ。ちなみに値としては、およそ 1.26 くらいになるぜ。ここでは簡単に、2の立方根を A という文字で表しておこう。つまり、A の3乗イコール2ということね。その通りだ。そして、与えられた立方体の一辺の長さを A 倍すれば、縦も横も高さも A 倍することになるから、立方体の体積は A×A×A 倍、つまり2倍になるんだ。なるほど、立方体倍積問題では、この A という長さを定規とコンパスで作図できるかどうかが、鍵になるというわけね。よくわかってきたな、霊夢。この問題についても、デロス島の島民や数学者哲学者が挑戦したが、最初の頃はどれも現実的でない方法や不正確なものばかりで、全く進展しなかったんだぜ。やはり出題者が神様なだけあって、難しかったのね。そんな中、メナイクモスという数学者が、円錐曲線と呼ばれる曲線を使ってこの問題に挑んだんだぜ。円錐曲線？聞いたことないわね。円錐曲線というのは、円錐を平面でカットした時に、断面として出てくる図形のことだ。具体的には、楕円、二次関数で知られる放物線、反比例のグラフで知られる双曲線、の3種類があるぜ。あ、それならちょっと知ってるかも。メナイクモスは、このような円錐曲線を2つ組み合わせることで、2の立方根、さっきの A の値が作図できることを発見したんだ。じゃあ、立方体倍積問題は一件落着ね。いや、これには一つ大きな問題があったんだぜ。問題？話は至って単純で、定規とコンパスでは、そもそも円錐曲線の作図ができなかったんだ。何よそれ、意味ないじゃない。ああ、彼の考えは机上の空論だったんだな。周りの哲学者からも、純粋に数学的な作図方法ではない、という指摘を受け、この解決方法は没になってしまったんだぜ。確かに、コンパスで放物線や楕円をかけ、と言われても困ってしまうものね。結局この問題も、解決したのは19世紀になってからのことだ。1837年、ピエール・バンツェルというフランスの数学者の手によって、2の立方根は作図不可能であると証明されたんだぜ。え、また作図不可能？ああ、ただし今回は、さっき出てきたルートパイのような超越数ではないんだがな。そうなの？例えば、x の3乗マイナス2イコール0という方程式を考えてみよう。x の3次方程式ね。a は3乗して2になる数だったから、この3次方程式の解になるだろ？そうね、x に a を代入すれば2マイナス2イコール0となって、方程式が成り立つわ。そういうことだ。だから、ルートパイみたいに、どんな整数係数の多項式の解にもならないほど厄介な数ではないぜ。でも、定規とコンパスで作図するときは、一次方程式の解と二次方程式の解の組み合わせしか、
使えなかったから、三次方程式の解としてしか表せないこの値はどうしても削除できないんだ。なるほど、2の立方根は与えられた図形から円と曲線だけで作れる長さではないから、立方体の体積を2倍にする削除は不可能、というわけね。それにしても、デルフォイの神様は、解けない問題を出すなんて意地悪だわ。まあ、神様は削除方法まで指示しなかったと思うから、定規とコンパスにとらわれなくてもよかったのかもしれないけどな。ちなみに、折り紙を使って2の立方根を作る方法もあるんだぜ。え、折り紙ってあの折り紙？ああ、安倍久志さんや芳賀和夫さんという人が、四角形の紙をうまく折って A の長さの線分を作れる、ということを発見したんだぜ。日本人が見つけたのね。折り紙遊びが定着している、日本ならではのアプローチだな。最後は三つ目の問題、角の三等分について解説しよう。さっき霊夢も言っていたように、角の二等分線の書き方は基本的な作図として中学校で学ぶはずだ。そうね、そんなに難しくなかった気がするわ。だが、条件を三等分に変えた途端、難問になってしまうんだぜ。これについては、まず紀元前5世紀のギリシャの数学者、ヒッピアスによる成果を見てみよう。ヒッピアスは、遠赤線という曲線を使って考えたんだ。遠赤線？詳しく説明すると複雑になるが、簡単に言うと、扇形の縁を一定のスピードで動く点を利用して描ける、こんな曲線だ。図の、赤い枠で囲んだ部分が遠赤線ね。ちなみにこの曲線は、数学の歴史の中で初めて考案された、円以外の曲線だと言われているぜ。へぇ、それまでは曲線といえば円しかなかったのね。ヒッピアスのアイデアを利用すると、円赤線が削除できれば角の三等分ができるということが明らかになったんだ。でもマリサ、ちょっと思ったんだけど。お、どうした？この円赤線もさっきの円錐曲線と同様で、定規とコンパスだけじゃ到底削除できないような気がするわ。なかなか鋭いじゃないか、霊夢。その通り、円赤線が削除できれば角の三等分ができるというのは正しかったが、肝心の円赤線そのものを削除する方法は見つからず、このアイデアもここで頓挫してしまったんだ。この問題も、紀元前で惜しいところまで行ったのに解決しなかったのね。実際に解決されるのは、やはり2000年以上経った19世紀のことだ。そしてもう想像がついているかもしれないが、この問題の結論も削除不可能だぜ。うん、途中からなんだかそんな気がしてたわ。与えられた任意の角を、定規とコンパスを使って3等分するのは不可能だということが、ピエール・バンツェルによって1837年に証明されたんだ。この名前、どこかで聞いた気が。そう、立方体倍積問題を解決したのと同じ人だ。しかも同じ年に証明されているな。1年の間に、この人のおかげで3大難問のうち2つが解決しちゃったのね。ただ、今回の削除不可能は、他の2つとは少しだけ性質が違うんだぜ。え、どういう意味？例えば円積問題では、与えられた円の半径に関係なく、線分の長さをルート π 倍すること自体が不可能だったし、立方体倍積問題も、初めの立方体の大きさに関係なく、2の立方根を削除することができなかっただろ？そうだったわね、最初に与えられる図形の大きさや長さは結果に関係なかったわ。ところが今回の問題に関しては、与えられた角度によっては3等分線を削除できる場合もあるんだ。え、そうなの？例えば90度の角が与えられた場合、その3分の1である30度を削除するのは簡単そうだろ？確かにそうね、正三角形の一つの内角は60度だから、90度から引けば30度が作れるわね。一方、与えられた角度が60度だった場合、3等分すると20度になるはずだが、これは定規とコンパスでは削除不可能なんだ。最初の角の大きさによって、削除できる場合とできない場合があるのね。もしかしてまた、方程式と関係があるの？その通り。一般的に、角を3等分するには、3次方程式を解くのに対応するような削除が必要になるぜ。しかし前に見たように、ここで考えているのは1次方程式や2次方程式を解く削除だけだから、基本的には不可能なんだ。ただ、角の大きさによっては、必ずしも真面目に3次方程式を解く必要はなく、1次方程式や2次方程式を解くだけで済む場合もあるんだぜ。なるほど、普通は定規とコンパスだけでは3等分できないはずだけれど、90度のように特殊な大きさの角の場合だけうまくいくってことね。そういうことだな。今日はギリシャの三大難問について解説したけど、どうだったかな？問題自体は簡単だったけど、まさか全部削除不可能だとは思わなかったわ。削除に失敗した人たちも、遠赤線やヒポクラテスの月といった面白い発見をしていたな。削除できないことを証明した人はきっとたくさん苦労したんでしょうね。かなり負荷のかかる仕事だったに違いないわ。不可能だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画なら2000年見てても飽きないと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。